What does an inside of UFO look like? Kapil Raj, an author, writes in his website as follows When we think of a UFO, and by UFO I mean a spacecraft from another world, we begin the process of putting our own structure in place, like a seat, dashboard, jets, wings. Oxygen tanks and fuel tanks. This is where most, if not all, science fiction writers get wrong, including some famous filmmakers like Steven Spielberg and James Cameron. I, Hiroshi Hashi, would like to talk about this mystery in this video. What does an inside of UFO look like? UFO の内部はどうなっているのか作家のカピエル・ラージュは次のように書いています。UFO の内部について、私たち人間は人間が今使っているものを標準にしてものを考えようとする。例えば椅子にしても、ダッシュボードにしても、推進装置や燃料タンクにしてもだ。スティーブン・スピールバーグにしても、ジェームズ・キャメロンにしてもそうだ。 私、林宏はこの謎についてここで考えてみます。UFO の内部はどうなっているのかと。広志林、浜松 City、ジャパン。それでは皆さんをスウェーデンのゴットランドへ案内します。このゴットランドで、まあ、10世紀頃に作られたと思われる奇妙な形のブローチが見つかりました。現在それは イギリスのブリティッシュミュージアムに保管されていますで。そのブリティッシュミュージアムの説明によればですね、このブローチには後ろ向きに立っている、まあ、座っていると言ったらいいんでしょうか、動物が掘り込まれていると。端頭の長い首の動物が掘られているとで。端の方には2人の人間らしき像があると。あるいは動物かもしれないと。意味はよくわからないと。で同じような、まあ、この像がですね、 他にもスウェーデンで見つかっていると。そして、この形のブローチというのは、スウェーデン中部では珍しくないということなんですね。で、最初に、えー、カ,ピカピエル・ラージュさんの言葉を引用しましたけれども、人間というのはですね、まあ、例えば UFO を考えるときに、現在私たちが使っているまあものをですね、標準にして UFO の内部をいろいろ考えたりすると。 それしかし、それは本当に正しいのかということを、まあ、疑問を投げかけていらっしゃるわけですけども、このカピエル・ラージュさんの言葉を裏から読むと、ですね、あまりにもその,その内部の様子がですね、人間の標準とはかけ離れているときには、ですね、それが UFO の内部とまあ判断できないということになるということにもなるわけですね。 まあ、要するに、えー、人間側があ UFO の内部を考えるときは人間を標準するけども、その逆に今度 UFO の内部を見たときにね、あまりにもその人間の、まあ、標準とはかけ離れているときには、それが、まあ、UFO の内部と、まあ、理解できないんじゃないかということなんですよね。まあ、でその言葉を、まあまあ、引用すれば、引用と言いますか、考えればですね、まあ、このブローチがです、ね、あまりにもこの私たちで考える、なんて言いますか、UFO の内部とは かけ離れていいるととうこなんですですからこれが UFO の内部ということについてですね、皆さんの中にもまあ抵抗を感じる人も多いんじゃないかと思いますけれども、私はこれをですね、このブローチに振り込まれているのは UFO の内部と判断しました。で、それにもいくつか理由があるんですけど、それについてはこれから応用よ説明していきますけれども、まず皆さんに見ていただきたいのは、誠にもってその、まあ、私たち人間が考えるですね、まあ いわゆる、まあ、飛行機あるいは宇宙船の、えー、操縦席ある,操縦あるいは内部とは違うということなんですよね。要するに、簡単に言えばそういうことなんですよ。周りの言い方しましたけどもね。要するに、でこれが何かということを逆に考えていくわけですけども、まあ、あ大英博物館というか美術館の方ではですね、ブリッュミュージアムの方では、これをですね動物と、で橋等の動物が、まあ 掘り込まれてるといるわけですねしかし、これ、極めて精緻なあのブローチだと思いますね。ブローチですから、やっぱり大きくても10センチ以上はないと思いますね。胸につけるわけですからね。ですから、まあ、あの5センチから10センチという幅で見るわけですけども、それにしても、まあ、10センチと見ても大変精緻だということですね。で、この気になるのは、この指が3本だということなんです。で指が3本ですね。 でこの3本指というのはまあ全世界あちこちで見つかるんですけども、例えば甲府の、ね、県立高校博物館にあります、この土偶、えーまあ、ですよね。これも3本指なんですねでこれから。これを3年ほど前に見つけて私は大変驚いたんですけども、ね、3本指なんですよねで。もちろん顔にはお面をつけてますからね、マスクをつけてますから、顔は違いますけども、まあ、目がつり上がっているところなんかは同じですね。これはあのアメリカのトゥリンギット族のあ 円筒、まあ、印象ですかね、それに彫り込まれている顔なんですけど、まあ、やはり目がつり上がっていると。で、この目がつり上がっている顔というのは珍しくないんですね。マイアーステイカーでも見つかっていますし、えー、全世界で見つかっています。でちょっと並べてみますがね。で、まあ、このコンセプトといいますかね、まあ、全世界でこうしたつり上がった目のあー、まあ、アーティファクトが見つかっているということなんですよね。まあ、要するに古代人たちは見たものを懸命にその 掘って残そうとしたんですね。決してそのクリエイティブなマインドで作ったのではないということです。というまあ視点で考えるべきじゃないでしょうかね。えー、このようにまあ共通したそのアーティファクトが全世界で見つかっているということは、まあ、その称号の一つと言いますかね、根拠の一つになるわけですけども。いかがでしょうか。で、その中の、この中で特に今似てる今の、あの、 見せしお見せしましたのがあの目がつり上がって、そしてそのゴットランドで見つかったブローチの中に振り込まれているその像と似ていると私は判断しています。でで並べてみますと比べてみてくださいね。でまあ、これがあのマスクをかぶっているかどうかということは分かりませんけども、まあ、同じような、まあ、顔をしていると。まあ、そういうことなんです。ですからこれは、まあ、あの人間というのはちょっと無理がある。3本指で、えー、なおかつ、まあ、このような顔をしていると。ですから、あのしかものしかも まあ、エイリアンが頻繁に現れた、まあ、9世紀、10世紀ですね。日本でも現れていますけども、そうしたその時期にこれが、まあ、作られているということなんですよね。まあ、そうして、まあ、状況証拠を固めていくんですけど、これが、まあ、あの動物でありということ、動物であると判断するのはちょっと無理があるじゃないかということなんですね。となるとこれは UFO の内部であるということになるのではないでしょうかというふうに私は判断しました。まあ、UFO の内部なんてものはね、あの 問題になってませんし、まあ、外から、ね、あの撮った写真ばかりが目立ちますけども、実は UFO のナイフもこのように外に漏れ出ているということになります。でこのゴットランドという場所がですね、大変絶妙な位置にあることは事実なんですね。この、えー、線をラインを見ていただきたいんですけど、ここにロゴットランドがありますね。でエイブベリーがあると。でゴットランドとエイブベリーの進直線上にウェストポールとイーストポールがあります。ですから、まあ、ゴットランド、エイブベリーというのは、まあ 非常にこう重要な一直線上にあるということですねで。そういうところにで、まあ、こうしたものも見つかる。でこも別にこうしたブローチも見つかっています。でこれはまあ私は UFO とは判断していますがねあの。頭の部分はこれはまた別の意味がありますけども、まあ、ともかくも全体として窓のついた UFO ということになるのではないでしょうか。でこれとまあ ちょうどね、楕円形と言いますか、形も似てますかね。で、私は、こうして、あの、二つ合わせてみると、まさに UFO の外、外と内部ということになるというふうには判断したわけです。で、まあ、どうお考えになるかわかりませんけども、まあ、これが私の林弘氏の考える、まあ、UFO の内部ということになるわけです。 まあまりにもねあの、私たち人間の常識と離れているがためにね、なかなか信じがたいんですけど、それは逆に言えばですね、カペル・ラージュさんが言ってるように、ああの逆に UFO の内部を考えるときには、 人間っぽいものを考えてしまうということですね、まあ。ちょっとご覧いただきましたけども、シートベルトもついてるけども、ちょっと変わってますね。あ胸にかけるんじゃなくて手には,こうはめてるって感じですね。で、中央には、やはりこう推進装置のものがあって、これはあの長い首の動物ではなくてですね、何かしらのコントロールバーのような気がします。それもこれも動物ではなくて、まあ椅子と言いますかね、椅子というかわかりませんけども、まあ、別の目的のものではないかと思います。動物と考えるのは無理ってことになるわけですね。要するに、まあイエスかイエスでないかということになってくるわけですけども、動物か動物 tem naicário, aí a verma いわゆるね、人間、エイリアンかエイリアンでないかということになってくるわけですけどもね。で、これはあのアステカで見つかっている UFO 型の発掘物ですけども、これは明らかに UFO ですね。その中の一つには、底面部にですね、蜂のようなものが描かれている。その中心には、このようなものが彫り込まれていると。これは何かということですけども、皆さんもう分かりですね。エイリアンですね。エイリアンが、いわゆるまあそこの蜂から顔を出しているところを表現したものと考えられ考えます。で、これがまあ同じように見つかっているまあアーティファクト、まあ、UFO 型のアーティファクトということになるわけですけども、 同じようなものが実はです、ね、静岡県の磐田市でも発掘されています。で右下がです、ね、かと傘型埴庭ということになっていますけれども、私は傘でないと思います。傘なんか作っても仕方ありませんしね、またそんなものを作る必要もないし。 まあ古代人がそんなものに何かの思いを置いたというふうにも考えられないわけです。となると、これは UFO ということになるわけですね。古代人たちは見たものを一生懸命と言いますかね、懸命に作ったということです。まあいわゆる点からね、このようなもの来ればですね、これ自体を神だと思ったと私はそのように考えています。ですから懸命にこれも作ってですね、語ったと思いますね。現在に今でも、ね、人間たちは最高心を、あ まあ飾りますからね、紙といえばね。で、この、えー、傘型埴輪とですね、アステカで見つかったその UFO 型アーティファクトと比べてみますと、まあ、類似点が多いというのもこれまた事実なんですね。例えばラインの描き方であるとか、あこの線の描き方ですね。ですからまあ見たものを、えー、縄,文人縄文人ですね、紀元前2200年頃からですからね、こういうものを作ってまあ飾ったと。まあ、現在それは埴輪ということになってますけどね、古墳時代の。まああのー 私はこれ UFO、まあ、ちょっと厳しいかなという意見もあるかもしれませんけれども、私は UFO と判断しました。少なくとも傘という方が無理だということですね。で、一番上がゴットランドで見つかったブローチであると。こういうふに並べてみますと、まあ、コンセプトが大変よく似ているということがですね、皆さんにも分かっていただけると思います。もうこういう形で,です、ねまあ、連続チェスつながっていくわけですね。これがまあゴットランドで見つかったブローチ。そしてうん 冒頭で見せました、あの奇妙なねあの、エイリアンが2人、2匹って,待って言ったらいいのかな、乗っている、えー、乗り物も、まあ、そして連続性を持ってつながっていくということです。で、これはですね、北海道であの目撃された UFO というふうに私は理解しています。まず、あ、これをですね、えー、北海道の元新聞記者の、の報道記者の方が届けてくださいました。で、これがマヤのアーティファクトであると。まあ、こういう風につながっていくわけですね。で、その内部の 様子の掘り込まれたブローチも同時に見つかっていると。同じ場所でゴットランドで見つかっているということですね。で、そのゴットランドはあのエイブベリーと繋いだ直線上にあるということですね。こうしてこの状況証拠が固まっていくわけです。で、まあ、結論としてはこれは私はエイリアンの乗り物、いわゆるカフトの、いわゆる UFO ですね、の内部の内部を聖地に掘り込んだものと判断しました。いかがでしょうか。まあ、この床なんかの作り方は、まあ、ごちゃごちゃとこうしてますよね。 まあ、繰り返しになりますけれども、人間が UFO の内部として描くまあ様子とはまるで違う。違うが故に、これが UFO の内部とは理解できないということでもなるのではないでしょうか。これだけのものを、ね、掘り込むというのはやはり大変な作業だったと思いますよ。まあ、こうしてね、あのまあ、三角座りしているエイリアンらしき人物像も掘り込まれていると。これはもいつか何かだと思いますけどもね。 こ少なくとも動物、アニマルというのは、ね、あの説明書にはアニマルと書いてありますけども、アニマルという,ふうにはちょっと無理があるんじゃないかなと思いますね。で3本指であると。でこれはあの日本で見つかったあの金印ですねあの。福岡県で見つか,見つかっている金印を上から見ると同じ顔がで浮かび上がってくるんですよ。まあ、それともかくとして、それは金印のところで説明しましたで。こういったものが見つかってきたと。 で一番近いと言いますか、ね、いろんなの想像図などが書かれていますけど、私、その中で3枚選んでいました。これは、あの、芸術家と言いますか、ね、アーティストニックが書いた、UFO の内部の宇宙、宇宙船と言ったらいいのか,かもしれませんけども、様子ですけども、まあ、コンセプトと言いますかね、漢字が似ているということで、最後に皆さんに紹介しました。あいかがでしょうか。多分、こんな感じじゃないかなと思いますね。はい。ということで、えー、今日のこの動画は終わります。 Bye for now. Hello, this is Matabe and Hiroshiyashi, Japan. Strange artifact in mire: a robot or a god? Here in this video, I would like to show you many strange artifacts discovered in Maya. And this is one of them which Matavesan, san, a friend of mine, lets me know. Matabe san asks me if this is a robot or not, but I never be surprised if someone told me that this is a robot in Maya. It may be, though I can't definitely say it is so since there is no evidence to prove it. But we can enjoy a sort of fantasy. And it is more often enjoyable to think it is a robot in Maya than to think it is not. To be correct or not to be correct is not so much important in many cases when we are examining ancient history as independent thinkers. I mean, whatever it is, a more important thing is to weave a unified theory out of ancient history for a future. by understanding our ancestors better.I believe this is the a r c h o l o g y a m I w r o n g m a t さんからこんなメールが届きました。これはロボットでしょうかと。大変楽しいアーティファクトですね。人体の解剖図のようにも見えますし、ロボットのようにも見えます。人間の衣を着た神にも見えますし、 ET にも見えます。見ているだけで楽しくなりますね。が大切なことは、こうして私たち人間の先祖をよりよく理解することによって、私たちの未来のために過去から教訓を得ることではないでしょうか。またそれが私は考古学だと思います。言いかえると、考古学は私たち皆のものであり、今ではそうした過去を 私たち自身がいながらにして学ぶことができます。で、私にはこれがロボットなのか、神なのかは分かりません。しかし、想像力が膨らみます。解釈の仕方はそれぞれですが、それはそれで良いのではないでしょうか。ともあれ、マヤにはこの種のアーティファクトがあまりにも多すぎます。 一つずつの謎を解いていたらそれこそ一年あっても足りないのではないでしょうか大切なことは要するに楽しむことですね何だろう何だろうと思っているだけでもワクワクしてきますねそのワクワク感がこうした謎解きではとても大切なことだと私は思いますということでヤで発見された アーティファクトを今皆さんにご覧いいいただいていますつまり、あまりにも多すぎるということです。まあ、これらがですね、当時の人間のいわゆる空想力ですね、イマジネーションだけでできたものと考えるのは、私は無理があると思います。縄文、土器、土偶もそうですけども、古代の人々は逆にですよ、未来の 私たちのような人間に何かを伝えようとして、懸命に、懸命に見たものを作ったと。私はそう考えています。まあ、そうしたアーティファクトからですね、何を学ぶかは、実は私たち自身の問題だということです。ということで、続くビデオ、少し前に作ったものですけども、どうかご覧ください。 Thank you very much, and bye for now. Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. Mounds for landing places of UFOs. It's circumstantial evidence that proves it. Mounds, or so called tomb mounds in Japan, are not mounds for tombs, but landing places for UFOs. Most possibly, ancient Japanese people made use of them as tombs much afterwards in the history. It circumstantial but physical evidence that proves what I have claimed here is to be so. In Japanese Nihonokohuma Hakadivari 少なくとも墓ではありません古墳、特に前方後円墳は古代の神々つまりエイリアンたちの乗り物つまり現在私たちが UFO と呼んでいる乗り物の発着体でしたそのことをこのビデオの中で状況証拠を積み重ねながら証明しますまず最初に UFO という言葉が一般化する前は 私たちが UFO と現在呼んでいるものはカメと呼ばれていたと私は考えています。現在、全国の各地の神社や寺でカメが祀られているのもその流れの中にあると私は考えています。で、その証拠がメキシコのマヤ遺跡の中から出てきました。で、これがそれです。 えー、これはあのメキシコのマヤ遺跡で、まあ、発掘されたアーティファクトですね。円形の物体の上に人間らしき人が、まあ、乗っています。まあ、操縦していると言ったら正しいのでしょうかで。右の方を見ますと、どうも頭のようにも見えるんですね。で、亀にも似ていると。で、このコンセプトが日本の亀信仰とつながっていす いいるのでははないかと私は考えていますで。こうした、まあ、亀信仰がです、ねまあ、神社や寺に残っているということなんです、ね、が様子がどうもおかしいんです。ね。中には亀ら,しき亀らしい亀もいますけども、まあ、こうして信仰されている亀は耳があって、まあ、口があって歯があると、まあ、そういった雰囲気なんですねで。これなんか特にそうですけども亀,亀の上にです、ね、神様が座っている。 あるいは菩薩が立っているということなんですね。ということから私は昔の人は UFO を見た時にですね、亀、亀と呼んでいたのではないかと思います。で、これが前で見つかった発掘物、下が日本に残っている、まあ、見られる亀信仰ですね。で、この左と右を見比べてほしいんですけども、顔ですよね、亀の顔。そしてこの 操縦の仕方といいまますすか乗っててる様子が大変よく似ていますそしてこの作り方のコンセプトまで似ていますから、まあ、偶然といえば偶然ですけどもそれに耳らしきものも表現されています、まあ、こういうものを見て古代の日本人たちはカメカメと言ったのかもしれませんねあくまでもその可能性があるということですで日本にはカメという名前のつく地名町市がたくさん残っていますこれは三城県の 止めしです、まあ、今まで縁のあったところをいくつか選んでみました。で、ここはですね、まあ、先ほど調べてみましたら、どうもこのあたりは沼なんですね、黒沼という地名があるわけですけども、沼に本当に亀が住んでいたかもしれないということで、いわゆる UFO という亀とは直接結びつきませんでした。ただ、ここには大変こう奇妙な横穴があります。 やはりお墓ということになっていますがで次に今度は、えー、三重県の亀山市を調べてみましたでここもですね、まあ、亀山市ということですから亀と関係があるならち UFO と関係があるのではないのかなと思って調べてみたんですけども直接それをつなげる証拠は出てきませんでした、まあ、代わりにですねここは山と武がですね最後を、まあ ここで終えたということでですね、こうした大きな前方後円墳が残っていますま。そういったゆかりのある地だということですね。で、ここも調べてみましたら、大きな昔沼があってね、渡来人が亀をまああの連れてきたと。だから亀という名前がついたというのも言われています。これが大和尊のその像ですね。で、もう一つ、京都に亀岡市というのがあります。 で、ここも調べてみましたが、やはり UFO と直接つながるような、まあ、話、証拠というのは出てきませんでした。まあ、それは無理もないんですね。まあ、そうした証拠が、でも、それ以前の話ですからね。UFO を見てカメカメと言っていたのは、その以前の話ですから、そうした証拠が、まあ、ないからといって、まあ、そうでないとも言えないわけですよね。そして、まあ、これがあ、広島の農が、 高ーにあります。ま老眼工事のことを亀ヶ岡って言うんだそうですね。これはつい先週調べたので、まあ、ついでに取り上げてみました。この農画、高原のまあ、頂上付近にですね。こうした大きなまあ。 岩倉があったそれを利用して、まあ、どこかの会社がホテルを作った、そしてその岩倉をそのまま包み込むようにして、浴場を作ったわけですね。ところがその後そのホテルが倒産して、現在はこういう形で残っている、この農楽高原のこの岩倉の岩がとても不思議なんですね。まあ、複雑にも組,組み込んであるといいますかね、組木のようにして、まあ、あの組み込んであるということです。 これはあの下の台座に合わせて、上の岩を削,っ,て削っ,たったり割ったりして、このようにして、組み込んだと考えられます。で、これ反対側から見たのが右で、すね。右と下がまあ今の上左上の岩から,を反対側から見たものです。でもこの 岩から見ますと、今度は前の右の方、もう一つの側面を見ますと、このきれいに、この、なんて言いますか、カッティングしてあるような感じなんですね。そして今、組木のようになっている岩は一番上にあります。で、ここに残っている、まあ、説明書きによれば、1万年以上前に人工的に作られた、築かれたものであるというふうにまあ説明しています。まあ、これだけでは、まあ、本当に人工的なものかどうかということは、まあ、断言できませんが、仮面が丘といえば、 なんといっても青森県の亀ヶ丘です。もうこの青森県の亀ヶ丘からは皆さんご存知の遮光器土偶が発掘されています。で、この亀ヶ丘と UFO とは関係があったかなかったかということですけども、まあ、こうした土偶を見る限りですね、大いに関係があったと私は考えています。で、マヤの UFO、いよいよ今日の本題ということになります。 今から10年近く前にですね、メキシコ政府が映画を作るにあたって、それまでメキシコ政府が秘蔵していたマヤの多くの秘蔵品をですね、一般に公開しました。まあ、それは大変驚くべきものでした。まあ、これからそれを皆さんに紹介しますが、この後に出てくる特に2つのものに注目していただきたいと思います。まあ 一応、メキシコ政府が公開したものということで、えー、信憑性といいますか、信頼を置いているものですけども、マヤズ・ヘダエイリアン,ン・マヤ人は、エイリアンと接触を持っていたと。マヤ人はね、そういう大の映画だったそうです。で、これから、まあ、いくつか見ていただきますけども、この中には、まあ、これがですね、生徒、中国の生徒の三聖体遺跡の、まあ、アーティファクトの顔に、 似てるるもももののを思わせるものもありますで。こうしたものが発見されているんですけども、あまりにも何て言いますかね、あの現代風でというか、現代私たちが UFO というものに告示しているために、えー、いくらまあメキシコ政府が公開したとはいえ、ですね、ちょっとこう考えてしまうようなものなんですけども、まあ、その中にこんなものがありました。これは怪物というふうに説明されています。 確かに頭があって、首があって、体があると。まあ、こういうふうに解釈できますが、同時に、こんなものも発見されて公開されてるんですね。で、これはまあ私は UFO。特にこれなんかは UFO だと思います。まあこれは誰が見ても UFO なんですよね。まあこれをサダダとかなんとかという方が無理があると思うんですけどね。日本人ならこれ逆さまにおいてサラダダという年をね。まあここに今、そのエイリアンらしき人物の像が彫り込まれています。 でこれとですね、先ほどお見せしました、レリーフと見比べていただきますと、大変興味深いことが分かります。これがそのレリーフです。怪物というふうに、怪獣、モンスターというふうに言われてますけども、これは本当にモンスターなんでしょうかということで、今お見せしました UFO、まあまあ UFO というふうに断言していいと思いますけども、比べてみますと、面白いですね。まあるいところが窓ということになります。そして、この上の部分ですね。 えー、線,線で書いてありますね。同じですね、えー。斜線でこういうふうに書いてある。表現してある。そしてここに鍵型のその模様が刻み込まれています。同じものと私は見ます。そして下には枠まで作ってある。その枠も同じですね。そして縦線が2本入って、下の枠がある。下が UFO ということになれば、上も当然 UFO ということになります。 違ううででしししょうか。か皆ささん自身の目でしっかりと確認してください。上は怪物、怪獣ではなくて UFO そして左右に階段が描かれていますそして下には階段の横筋が描かれていますとなるともうこの階段言うまでもなくこれはマヤに一般に遺跡で見られるピラミッドである。 というふうに考えられるわけですね横から見ると確かに階段になっていますそして、えー、中央には横線の階段が刻,刻まれていますでこれは私はまあこの二つのことからですねこれはピラミッドの上に乗っている UFO と判断しましたもう一度繰り返しますがここが重要です ピラミッドの上に着陸していると言ったら正確なんでしょうか ?UFO と判断しました。左右に階段、そして中央に階段があるということですね。これはチェチェン・イッツァの,あのピラミッドです。91段あるんですよ、まあ。ともかくもこのピラミッドの上に UFO が着陸したということになります。いかがでしょうかとなると、この、まあ、ピラミッドはあ UFO の発着台だということになります。 で、着陸台としてのピラミッドですけども、その前に、まあもう一度、その、話を進める前に、もう一度確認しておいてくださいね。ここが今日のポイントです。上はレリーフです。下は UFO です。そのそれが描かれたレリーフがある。そして下がですね、これがコパンのピラミッドですけども、まあ、これ、上から見たとこれはまあ、 日本の前方公園ですね、同じコンセプトでつながっていると考えるのは自然だということですね。ま,あ、まさに状況証拠ということになります。で、ちょっと寄り道しますけども、空から見たランドマークの話をしておきたいと思います。これは TOT 和館の月の塔です。その月の塔を上から見るとこのように見えます。ランドマークなんですね。つまり上から見た 形を前提として作られているということですね。ギザのピラミッドにしても光です。そしてもっとはっきりしているのがボロブドゥールのピラミッドです。上から見るとまるで的当ての的のように見えるところに注意してください。こうして、まあ、空を飛んでいるエイリアンたちは地上を見ながら自分たちの目標を定めたというわけです。で、コパンのこれはあのピラミッドです。そして上から見るとやはりこのように見えます。 マトハテのマテのように見えますね。日本の前方後円墳もそうです。横から見たのでは何が何だかさっぱり分かりませんね。しかし上から見るとこのようなしっかりとした形で現れます。つまり上から見,た見ることを前提として作られているということですね。そして話を戻しますけども、前のこの遺跡にあ、に発掘物ですね。 これは、ピラミッドの上に着陸している UFO ということになります。ということを考えますと、世界に残るこうした、まあ、遺跡はですね、UFO の、まあ、発着台だと考えるのが自然だと思います、ね。なあち、空から見た、見ることを前提として作られたものだということですね。ですから古代の神人たちは、わあ亀だ亀だ亀だ楽しいですね。亀が飛んでるぞーってね、叫んだのかもしれませんね。 髪に見えたのでしょうね頭もあり、尻尾もあると。とこの頭と尻尾は私があのつけたものです。そして下の、まあ、左下のこれが、まあ、前で見つかった像。それと同じものが右にありますね、まあ。ついでながら言いますと、以前作りましたように、浦島太郎も、まあ、UFO に乗っていったというふうに考えられるわけです。そして右の方はですね、えー、今言いました前で見つかったものです。そしてそれが、まあ、これは人はあの ティオィワ間のピラミッドですけども、こうしたものが10個前後ありますね。まさに着陸台だということです。という同じ流れの中で、と言いますか状況を証拠的に考えるならば、前方後円墳は、まあ、UFO の発着台であったということになります。まあ、亀、亀が空から飛んできてですね、わー、亀だ、亀だで、亀がゆっくりと前方後円墳の上に着陸しました。 楽しいですね。その、まあ、コンセプトが現在のヘリポートと、まあ、同じとは言いませんけどもつながっているということですね。ということで、まあ、楽しい話をしました。いかがですか皆さんも夢を持って古代の謎解きに挑戦してくださいと同時にここまでお聞きくださいましてありがとうございました、えー。これからもよろしくお願いいたします。心からお礼申し上げます。ありがとうございました。バイ。 Hello, This is Hiroshi Hayashi, Hamamai Japan. UFOs are real here in this uh, footage I like to present you two stories. One is that you will see the inside of an UFO and uh, another one is that uh, I say pyramids as a landing spot for UF wars Kolegawe brochi what is UFO の内部を表していると思われます。その証拠がマヤで見つかりました。えー、この、まあ、宇宙人らしき人をですね、見てください。えー、この人の頭とですね、先ほどの、えー、スウェーデンで見つかったブローチの中の、まあ、宇宙人らしき人とですね。非常に、まあ、コンセプトが似てるわけですね。 三角頭、横から見て三角頭で目が大きいと。で、まあこれを少し反転してみまして、まあヘルメットをかぶってる可能性もあるわけですけどもね。そしてまあ傾きを変えてみますと、まあよく似てると言いますか。というかまあ普通に見れば同じと見ますね。状況証拠から、状況から考えてね。それでまああのこの UFO の ガタのブローチ、まあ千年近く前に発見、作られたものですけども、UFO の内部、現在、イギリスの大英博物館に所蔵されています。でもう一つの話はですね、これと関連して、えー、ピラミッドがですね、えー、UFO の発着台であったという話を、えー、証拠を添えて皆さんにお伝えしたいと思います。つまり、えー、UFO は存在する。えー という話をです、ねえー、別の角度から証明してみたいと思います。続く2つのビデオをどうかご覧ください。Hello, this is Hiroshihayashi Hamamase Japan. This is a story about alien spacecraft found in Norway. え、インジャパニーズノルウェーで発見された ufo の模型について話します。これはブローチということになっています。まあ、ブローチサイズの大きさなんですね。で、ただ、あの資料を見ましても、大きさがあの書いてありませんので、まあ、ブローチの大きさということでご理解ください。で、これが元のあの画像なんですね。 それ詳しくはこの続くビデオの中であのもう一度あの資料を添えて説明いたしますがでこれはあのデンマークで見つかって最近見つかったあのブローチなんですでこの2つがですね、あのー、比べてみますと穴の位置それから周りのその線ですねあの位置はこの後精査いたしますのでそのビデオを見てください でここの位置まあこれ例えば、この一部分だけを見ても、ですねこうした穴を見ても、同じところに同じ位置あの穴があるわけです。ただし大きさなんかババレーションが書いてありますから、ちょっと違いますね。でこの中の線にね注目してください。あとでは、ね、もう一度あの詳しく説明いたしますので、その時にあの線も合わせて見てください。ででで線も同じなんですねで まあこういうふうにまあ形あのそのものはですねあのバリエーションを加えてありますから違いますが、まあ、あの基本的なあのパターンは同じということなんですね。で、これは何かということなんです。あなたは皆さん、皆さんはこれ何だと思いますかで、私ですね、あのこ,のこれが何であるかということをです、ね、この写真一番だけパッと中学生に見せましてね、あのこ,この絵の方ではなくて。 これみんな何見えるって聞きましたら、まあ、約20人ほどの子供たちがいたんですけども、もう一斉にみんな何にも迷わないで、UFO! って答えましたですね。で、あとでちょっと時間を置いてからしばらくしてから、帽子にも見えるなと言った子供も見ましたけども、まあ、全員がもう即,即座に UFO って答えましたですね。これだだ誰が見ても UFO なんです。 まさにオーパーズなんですね。で私、ちょっとこの線をもう少しこう強調して書いていまして、まあ、自分で楽しんでみましたが、やっぱり UFO なんですね。えー、でこの右下のはこれはブローチであの模様だけなんですけども、まあここに5つの突起物があることに注意してください。でこの5つの突起物を見てですね、同じ位置に同じようにあるんですよ。でこ 左側の,あのノルウェーして、右側のデンマークで7 0 0キロの距離が離れてるんですけどもね。ですから、いろいろなふうに考えられるわけですけども、この突起物、あのこれがボロブドールにありますね。スチューパ,スにスチュー,パーによく似てるんです。まあ、見てください。私、この、えー、突起物の形を見たときに、どっかで見たことがあるなって、ね、思ってまして、でああそうだってことで気がついたんですけど、このスチューパーは明らかに UFO ですね。 というのは、このスチューパーは後で作られたんですよね。あのピラミッドの上に。ですから、石の材質が違いまして下、下とはつながっていません。あのまあ要はスチューパース、スチューパーです。スチューパーと呼ばれておりますけども、この形見てください。これはあのオリジナルの画像です。で、ダイエテック、ダイエ、イングリッシュプレミュージアムにあるんですね。で、これ私ス、スチューパーのように、ね、ア,アンテナを立ててみました。そうしましたらですね、そっくりになってきちゃったんですね。 まあ皆さんご覧になってください。で、このスチューパーと、まあ、これは時代もあってるんですよね。スチューパーがこう作られたのが大体890年から900年頃それから下の、先ほどのブロ,ブローチですね。あれは作られたのは10世紀900年から1000年までと、まあ、いうことになってますから、時代的にもほぼ同じ頃にできてるということなんです。で、さらにもう一つ、今日はあの後のビデオの中で注目してほしいのはですね、この,の UFO の内部と思われる模型なんですね。 実に奇妙な、精緻な、奇妙であると同時に精緻な模型なんですね。Very and delicate に作られているわけです。というか、の左の方が上から見た図、あの右の方は斜め上方から見た図なんですね。で、これがですどうして私が問題にするかというと、これ左側の道橋に掘られた北極の地図なんです。右が Google Earth 上での北極の地図な、地図というか写真なんですね。 でこれはの比べて今、あの精査しているところですけれども、まああの、詳しくは5 1 5の方でのであで説明していますので、ここでは簡単にあの皆さんにお見せしますけれども、これ、左右比べてみてください。一部の狂いもなく同じなんですね。さらに驚くべきことに、左の道橋の方にはですね、川の位置、それから湿地帯、それから北極海の海の中の、ね、線、ちょっと見えますかね、のまであの掘り込んであるんです。あのいわゆる、まあ、これは 3D 写真なんですよね。 いわゆる、まあ,あの彫り込んだというよりも 3D 写真なんです。ただあの、の注意してほしいのは、あの左の道橋の中でまあ、特に黒い部分がありますね。これは氷というふうに理解してください。それ,そそそれを氷と理解して、あとはもう全くもう寸部、もうたがわず同じ、島の位置まで同じ、形まで同じということなんです。誰がこの道橋を作ったかということなんです。あのどのようにして作ったかということなんです。 これはあの長持山古墳というところにありまして、それを明治時代にアメリカの方へ流出しまして、現在はアメリカのマサチューセッツ州のボストンミュージアム、あボストン美術館にあります。で何度も手紙を書いてね、あのもう3方向からいろいろと手紙を書いてるんですけども、いまだにこの返事がありません。この現物の写真が見たいんですけどもね、まあ,あの言っても私のような人間にっても見せてはくれないだろうと思いますので諦めてますけども、このようにすんぶたがわず同じなんですね。ととというのこともちょっと頭 に入れておいていいいただきますとあのなんて言いますすとああののか先ほどお見せしましたね、あの極めて精緻に、あれブローチサイズですから、ああそ,うそうこのあの左の方の銅鏡の中心部は直径が38ミリですよ、皆さん、38ミリ、まあ、ゴルフボールぐらいですかね、もっと小さいかもしれませんね、38ミリと言いますと、そんなもんなんですね。 でこう地図を見ていくただ、グリーンランドだけはですねあの奇妙なことに形が違うんです。というのは、グリーンランドというのはね氷の重さによって2 300メートルあの水面下にというかあの沈んでいるんだそうですね。メーータあのまあ、今、ここで何を示したかというと、ここにあのこ黒い部分は氷だとということで、あのその先は島であるということで、あのまあ、皆さんにお見せしているんですけれども、あのあまりにもこの大パツすぎるということで、ですね信じない方も多いと思いますけれども、まあ ビデオを止めてご覧になってください。さらに詳しくあの見てくださることは、型をですね、515、以前にもう5、6本この,あのビデオを作っていますので、どうかそちらで見てください。で、話を戻しますが、さて皆さん、あのもう一この,あの形、ブローチを見てください。ブローチっていう発想が、ね、貧弱なんですよ。というのはもうあの、そんなブローチなんて、はい、それは現在時の発想じゃないでしょうか。ということで、次のビデオをご覧ください。Thank you. Hello, this is Hiroshihaya Shihama Maseri Japan. Today I would like to talk about a space class for aliens.No.2 In Japanese, これがあのスウェーデンで見つかった、まあ、不思議な物体であります。Uh, 森本悟さ,さんが見つけてくださいました。皆さんはこれが何だと思いますかこれは 高校学者の説明によればブローチとといいうことになっていますで,ブローチですからかなり小さいものですよねあの。ですからそれなりの中にこれだけのものが彫、まあ、り込んであるわけです。まずそのことに注意してくださいね。でもう一つというか2つね、あのこれにというか崩して2つのブローチを今日は紹介したいと思います。これはノルウェーで見つかったあのブローチなんですね。 で、これはあの、ニュースに、えー、出ていましたので、えー、ごめんなさいこっちこちら、ね、こちらですね、こちらはあのデンマークで見つかったのですけどもあニューあの、考古学ニュースに出ていたものですから、最近見つかったものだと思います。で、この2つのブローチ、A と B というふうにしておきます。これはデンマークで見つかったんですね。先ほどのはノルです。で、この2つのブローチを比べてみますとですね、不思議なあの、なんていうか、不合点というか、一致点を見出すことができます。 で、とてもこの2つはよく似てるんですよね。しかし同じではありませんよ。まあこれはあのー、エイリアン独特の思考回路なんですね。例えばこの丸のところを基準にしてみてみますと、あのー、数、位置が同じなんですね。ただ大きさは多少バリエーションが欠けてあります。こうしてあの順に見てみてください。で、ばあのー、位置、場所は同じなんですね。で、ここも同じ。ということにこう。 順にこう繋いでいきますた。これ一つ右にずれてますね。ごめんなさい。で、この二つとあの。今の位置はちょっとずれてます。この真ん中の線のね、あのリムのところにはあのあのあの左上のに穴が開いてません。で、ここの丸を基準にして、もう一つ今左の方へ寄っていきます。ほんで、見ます。見ます。で、同じだとことを皆さんお気づきになると思いますね。多少バリエーションはかけてありますけども。そして、ここにこの穴があって、 その上へ来るわけですね。そして上に丸のこうなってますか。コクピットのようなもんですけどもとあの突部ですね。コクピットではありません。な,ないとわつらも断言できませんが。でここを基準にしてもう一回もう一こう左へあここの丸ですね。これ上へこう出っ張りが出ているわけです。でここの穴も同じように開いていると。でここからもう一度今度左の方へ寄っています。これ一番左に向かって左側ですね。先の丸丸です。それでこう このリムのところには穴が開いてるんですね。ここを先ほどの同じ点を取りまして、自由に見ていきます。このリムのところは無視してくださいね。と同じように開いてるわけです。ということは、リムの部分だけはあの下あ、デンマークの方は開いてるわけですね。そして穴があると。こういうふうにこうなってますかパターンは同じなんですね。 でこの2つを比べて、下は大円形で、上はほぼ円形だって、前は大円形、やや大円形になってるのかな,な、というような説明がありましたですね。しかし、これらは同じ場所で、同じ、えー、人によって作られたというふうに考えたんですけれども、距離は700キロも離れているんですよね。下がのデンマークで発見された。 場所です上がノルウェーの場所ですけども直線距離にして7いと離れてる、まあ、バイキングのことですからノルウはデンマークで買って、えー、故郷のノルウェーをお土産に持って買ったということも考えられなくはないですよね、まあ。ともかくこれが10世紀頃にできているということなんですね。で今から、ままあ、1000円ちょうど1000年。 1,200年ぐらい前にできたんで, 1200, 年前にで,きたんでしょうかで、ブローチ a ビの説明もこう、こ今一応ここに説明してありますけれども、えー、デンマークの、えー、サウスーイースト南南東、南東部のね、10キロぐらいのところで見つかってると。そういうようなことが書いてあるわけです。で、まあ、あのー、まあ、 ということなんですけども、このね、わずかなあの、同じなんだけど、わずかな違いをかけて作るっていうのは、このエイリアンの独特の,あの思考回路なんですね。これは例えば、あのギャガンララとあ中国寺の弥勒窪とですけども、ああの金の長さのぞいて全く同じなんですね。で、ガンララの仏像もわずかなバリエーションを、を、まあ、ほとんど同じなんだけども、わずかなバリエーションを加えて同じものを作る。これも、あのやっぱりこの同じ方式なんですね。 ということで、この、なんて言いますか、あの、ギリシャ彫刻もそうなんです。同じモデルを使って同じように作るんですけども、わずかなバリエーションを加えている。まあ、いわゆるその 3D のデータベースを作るときにわずかなバリエーションを加えるのか、ランダムを加えるのか、それはわかりませんけども、データ等的にわずかな時間差を置いた、タイムラグを置いたわけですね。いわゆるプログラム彫刻というのです。で、これら2つはどうかというとです、まあ、これも一1回ここのところをよく見ててくださいとわかりますように、同じなんですよね。 えー、パターンがあるんということはね、こ,れもここにもエイリアンが関与してた可能性が非常に高いわけですよね。じゃあもう一度これを考えてみてほしいわけです。まあ、以上、ちょっと長い間置きになりましたけども、じゃあこれも同じような場所で同じようにできたということを考えますと、これはただのブローシーと考えるのはちょっと無理があるんですよね。で、これはあのー、 だからってこれがあの宇宙船の内部の様子であるというふうにはまだ断言できませんけどもまだ証拠を集,集めていかなくてなりませんけどもあの一つの手がかりはですね一番左側にあるあの左にこう空を向いているこのエイリアンらしき人間なんですよね人間まあ人間この人なんですねでこれはの図解してますとこうなるわけです何かしら口からこう何かあの 出してますねそれを握ってるんで、あのー、シートベルトの付け方が人間とは違いますね腕を止めてますねそしてこれは何かしらこうまさに人間離れしてるわけです説明書はあの怪物怪物と書いてありますけどもそう怪物なんてねモンスターなんて作るわけないしこれは怪物のあ首の長い怪物だというふうに説明してありますね まあ、ロボットかもしれないしというところですね。この真ん中の部分が、このどうもエンジンのコントロール部のような私は気がしますね。あの黄色いのをこう上下させたりして、あの操縦してる。これと同じものがあの、あの、八戸辺、日本の八戸で八戸でも見つかってるんですね。で、これ、あの、コロンビアでも見つかってるんですよ。えっと、ごめんなさい。前あ アステカの地下,地下のでも見つかってます。同じものが。あの前紹介しました。これ,でこれもやっぱり座ってるんですよね。だからエイリアンは地球上では立てなかったんじゃないかと思うんですね。この足、あの重力に逆らえず。ですから、いつもこのポーズであの、アステカで見つかったのもそうなんです。同じポーズで座っておりますね。いわゆる三角座りというか座っております。でこれにこ、ね、先ほどのクラフトの,あのシエットを重ねてみますと、こうなるんですね。 となると、これは私はあのまあ誰が見ても、これはまあ今、フライング操作ですよね、窓があるの分かりますかあの下に3つ、窓が、ったところ3つずっとぐるっと円を描いて、窓がついてますね。 ですから、まあ、明らかにクラフトであるというふうに考えるのは、まあ、普通ですわね。大、まあ、パーツ以上の大パーツということになるわけです。まあ、それだイコール宇宙船、エイリアン、あるいはあのというふうには言い切れませんけども、非常に怪しいものであることは確かですし、ますます黒に近づいてきたということであります。ということで、まあ、皆さんあの、エイリアンあ、UFO の中を見たいなと思われる方は、あ今日のビデオを見てですね、あこれは UFO の中なんだなというふうに思ってくださっても、ほぼ間違いないんじゃないかと。 思います、uh, どうぞお楽しみください。Thank you very much for watching and see you next time. Bye!Hello, this is Hiroshihayashi, h a m a m a t s u Japan.This is a story about a very mysterious brooch、uh, found in g o t l a n d Sweden, now in t British uh, uh, Museum in London,、uh, in j a p a n e s e 森本 r i m さんからですね、奇妙なものがあると言う。 ということですね。えー、写真を送っていただきました。でそれはあのバイキングの謎をし調べてる過程で出てきたものなんですけど、このブローチなんですね。でこれ、何のブローチかということですけども、実に奇妙なブローチなんです。ゴットランドで10世紀頃見つかったんだそうです。あ、ごめんなさい、10世紀頃作られたんだそう,だそうですね。 これがまあ何であるかですけども一見するとこれなんかねこうあエイリアンらしき人間が2人、えー、2時と7時の方向に座ってますねこの人なんですねで、まあ、順に見ていきますと実に聖地というか人間離れしているというかまあ奇妙な奇妙実に奇妙なあのブローチなんですねで大きさは書いてありませんでしたけどもブローチという以上はそれほど大きくないと思います。 で見てますと、ここに,気にこれが気になったんですね。指が3本なんです。で、これでギュゾッとして、まあ、これはと思ったんですね。で、まあ、こういう時は指を数えてみるんですよね。で、いくらあの彫刻してもですね、指3本が5本かなんてことでですね、これほど精緻なものを作るんだったら間違、間違えるはずがないんですよね。あれ、間違えたとしたら、その途中で気がつくんです。そしてこの2人とも指があの3本なんですよね。 でこれ横から見たあのサイドビューのブローチなんですけども手に何か紐というかベルトのようなものを巻いています。でこう比べてみますで。比べてみるんですけども一体これは何かということになるんですよね。 で、私、この指が3本、それからこの乗っている、まあ、人間、それからまあ実にこう人間離れしたと言いますか、人間がまあ何かの部屋を掘り込んだりするにしても、こんなものは掘らないだろうという、まあ、一般的な真似を人間の常識から考えて、これは私は UFO の内部だというふうに解釈いたしました。うんまあ、私たち UFO の内部なんていうのは、ね、見たことありませんし、どの,ふうどのようになっているか知らないわけですよね。 でも中心部にああいうものってますかあのエンジン部のようなものがあります。そして周りはその機械、メカニックなその構造物がいっぱいあるんですね。床も平らじゃない。それからまあ比べてみますとですね。 この今言ったエイリアンらしき人なんですけども、頭にヘルメットをかぶっているのか、選べたい顔しているのか分かりませんけれども、ヘルメットから2本の棒が伸びてて、それをこう両手でこうグッと持っているんですね。指が3本だということに注意してください。で、これは銀星だそうです。銀で出て、ゴツランド。まあ、野蛮な国と地味,味だそうですね。スウェーデン語で調べてみました。で、まあ、それを調べてみたんですけど、これはみんな動物だというんです。そしてロングネクト、long-necked animal h e a d 長い首を持った動物の頭 もあるとかっていうふうに、まあ、まあ、それは一般的なあの高校学者の解釈ですよね。解釈というか、あの作文ですよね。で、私、これを、ねまあ、読んでて、こう思ったんですね。このデザインが意味は本当のところは分かっていないと、この下線文はそう書いてあるんですね。Significance of this design is uncertain とね。で、これと三本指で思い出したのは、最近先月行ってきました、甲府の,あの高校の高校 あの博物館ですけど、ここのエイリアンも3本なんですね。これはあの爬虫類の皮膚をして、この甲賀博物館の,あのこ,ことにつきましては、詳しくはあの、まあ、報告いたしましたがで、指が3本であると。ということは、これはグレーじゃないかということになるわけですね。グレータイプのエイリアンということになるわけですね。で、まあ、これもう一度精査していますが、これがブローチだというのと、 これが UFO の内部だというのとでは、どちらがこじつけに近いかということなんですね。いわゆるどちらがこじつけかということなんです。もう皆さん、私はこれが、ね、UFO の内部だと言いますと、こじつけだというふうに言われますね。でも私はこれをブローチだというのが、もっとこじつけのような気がするんですね。 どうしてこのブローチなんか作ったんでしょうか、まあ、胸につけるかどこにつけるか知りませんけども、で、ゴットランドはどこにあるかということをちょっと調べてみたんですけども、このゴットランドは不思議な位置にあるんですね。まあ、黄色い線重なりましたね、今。その、この黄色い線はどこから来てるかというと、いやウェストポールとエイブベリーをつないだ線上、直線上にあるんです。そして右の方へ行きますと、イーストポールに行くんですよね。で、まあ、ついでに最後に、えー、付け加えればですね、 同じ場所で同じようにこんなブローチも見つかっているんですよ。見つか,見つかっています。まあブローチといえばブローチですそうでないといえばそうでないし、一体これは何なんでしょうね。ということで今日のビデオ終わりますが、まあ本当に想像力,想像力をかき立てられますね。えー、ということで謎のブローチ、UFO ナイフか、それともブローチなのか、皆さんのご判断にお任せします。 Uh, thank you very much for watching and see you next time bye plus plus plus. morimotsu-san, mare hello this is hiroshi hayashi hama city japan pyramids or landing spot for alien's craft it's proof and evidence evidence uh, quite recently in uh, 2012 uh, new specimens uh, have been uh, disclosed disclosed from the Mexico government, and it's they are very surprising. In Japanese, 映画が制作されるにあたってメキ,メキシコ政府はですね、新しい、今まで、あなんて言いますか、彼らが言うにはあの蔵にしまってあったっていうようなことを言ってますけども、あの隠していたあマ,ヤマヤのですね新しいあの資料をです、ね、公開しましたで、それは大変驚くべきものだったんですよね。 でなぜ、まあ、彼らがメキシコ政府が隠していたかという理由はですね、まあ、あの皆さんの,すあの想像にお任せいたしますけども、まあ、こういうものなんですね。でこの、えー、メキシコ政府が公開した資料の中にはですね 実に奇妙なものがたくさん映り込んで、とか書き込んであったわけであります。まあこれはもう一見してあれだと分かるようなものばかりだったんですね。まあそれでまあ,あの公開今まで公開されなかったのではないかと思うんです。で、これは何かということですね。その中の一つ。今日はここにスポットを当ててみますが、これは大変な事実を含んでるんです。いいですかこれは何かということなんです。もう皆さん分かりますよね。あのしかし、それじゃあの世間といいますか、一般世 世間の人たちは納得しませんがこれも、ね、あの発見されてるんです。3つね。あこれも公開されました。まあ、明らかに UFO ですね。これは UFO でないというならば、これは UFO でないという証拠を見せるべきですね。まあ、これが明らかに UFO です。でないというなら他に何ですかここに、ね、エイリアンの顔が彫り込んであるんですけども、まあ、あのそれは一つのシンボルマークのようなものだったんでしょうか でこの絵をですね、えー、線画をですね、えーさ、UFO の模型をですね、先ほどの、まあ、線画と比較してみます。するとですね、あのー、全く、まあ、1地点というか全く同じだということがわかるんですよね。ただ線画と模型という意味の違いなんですね。よく見てくださいよ。ここに丸がありますね。これ窓なんですよね。円形の窓。そしてですね、今度は上。 上,あの上を見てくださいこの横線が入っているところも注意してくださいねあの線がささささと走ってますねそれからあそうですねそれからですねここにこういうあの波形の模様が入っているでしょうこれまでは同じなんですということはこの2つはですね同じものを一方は線画にし一方は模型にしたということなんですということは上の絵はもう皆さん 確実に UFO だということがお分かりですね。これを UFO でないというならば、そうでないという証拠を挙げてから否定していただきたいと思います。これは明らかに UFO です。間違いないですね。確認してくださいよ。非常に重要なところなんです。というのはですね、その周りの絵がまたこれ気になるところなんですよね。ここに階段状のものがあり、ギザギザのものがあるということなんです。これは言うまでもなく、マヤにとって一番重要な場所、すなわち、えー、ピラミッドそのものを表しているんですよね。 よくく見てくださいピラミッドの前に、えー、これが前のピラミッド,あピラミッドですね、あのー、そして下の横,の線,横線はもう明らかにこれは階段なわけですということはいいですかこの絵をもう一度見てください UFO がですねピラミッドの上に乗ってるということをこの絵を象徴してると言いますか表しているわけであります さあそうしますとこのピラミッドは何のためにあったかということはもうお分かりですね。私が何度も言ってますように、これ,これは明らかに UFO の着陸台なんです。ですから階段はですね人間が上り下りできるようなあの階段ではないんですよね。あのはい、それから、あの共同的にもあのしっかりとしているというか、あの目的にかなっているわけです。でまあ これがですね同じくあの公表されたあのマヤのあ資料ですけどもこれが誰であるかもう皆さんお分かりですよね人間ではありませんこれがマヤの今現在白が発表さ公開された資料これは三星体の仮面です仮面ですかお面ですねそしてこれがエジプトのギザで見つかっているエリアンの像です それが彼は言いました、私だよって、これはあのエリア51であの絡まれた写真です。となると、これらのですねピラミッドも当然、UFO の発着台と考えるのが自然ですね。でないというならば、そうでないという方が私は不自然だと思います。これがドルメンですね。何らかの形というか、ね、そらくハッチがですね下についていたんですよね。 あのエイリアンのあのクラフト、ねまあ、UFO うべきなんでしょうかですからまあこういった台が必要だったということもあるし地面に何かこう直接つけることに対して、えー、何かしらの,この,なてますかあの抵抗があったんじゃないかと思います。こういう大きなフラットこれは中国のピラミッドでシアの近くのピラミッドですけども当然大型のあーエ,イアンクラエイリアンのクラフトが着陸した。 イギリスの何度も申し上げてますように、これはあの高さを、ね、測ってみると分かるんですけど、ね、きちんと、ね、水平になっているんですよ。ストーンヘンジもそうだったんですね。で中央部には大きあの小型の、大型ですか。そういった層の使い方をしてた。それから日本の石舞台もそうですね。これをお墓だというふうに言っておられますけども、まあ、トンチンカンなことばっかり言っておられますね。それでこれは、これも世界的に言えば数千見つかっているドルメンの一つに過ぎないわけです。 もちろん、この日本では墓になってますけども、これも着陸台だと考える方が、まあ、無理がないですよね。これを墓だという方が無理だし、これが着陸,で着陸でない、台でないという方が無理なんですよね。そうでないというならば、もう一つこの線画をよくご自身で確かめてください。ご自身の頭で考えてみてください。これは何かということなんです。作られた常識の中で、 こちんこちんにですねかさぶたになったようなあなんかさぶたですね常識でですねものを考えてはいけないということなんです私たちは今大きく発想を変えるべきだと思いますこのビデオは昨日作ったものですけれどもマヤとエイリアン少し別の角度からこのやはり同じくメキシコ政府から公開された写真をもとに考えてみたいと思います 645号そのものは英語版でしたから今日は日本語版で皆さんにお届けいたします2012年にですね英語が作られたんですねあの現地の学者たちと集まってそ,とその時にメキシコ政府が、まあ、あの公開したわけですけどもなぜ公開されなかったかということなの方が私は一つの謎だと思いますね でまあ、こうしたその明らかに円盤型の UFO 型の、まあ、資料といいますか模型があのも発表されているわけです。これ見ますと今、の今我々の頭上、ね、くるくる飛んでいる UFO がどういうものであるかということを形がです、ね、具体的によく分かりますね。これが UFO でないというならば何かということなんです。つまり彼らは見たものを作ったんですよね。 彼らの想像力、芸術性を使って描いたのではなくて、作ったのではなくて、見たものを作り、見たものを描いたということなんです。これにしてもそうなんですね。彼らは見たものを描いたのです。見たものを掘り込んだのです。ここにこんなものがありますね。そしてこれは板の上に乗っている、まあ、エイリアンらしきもの。そしてここにエイリアンがいるんですよ。これがエイリアンだというと、証明はこれからいたします。まあ、これは UFO だということはもう一目瞭然ですね。 文章よりもはるかに正確にこれが UFO だということを証明しているわけです。事実と証拠とはどう,いう,どう違うかということなんですけどこれは事実なんですね。事実と証拠、これは事実だって証拠ではないという、まあ、頑張る学者の先生もいらっしゃいますが、これは事実なんです。これもそうですね。明らかに、なってますかスペ、宇宙ステーションですね。 ここにエイリアンがいますこの。これがエイリアンだという証明はこれからいたしますが、ここに土星が書いてあるんですよね。なぜ前の人たちが土星をしていたかという問題もあるわけです,けけですね。これがまあ明らかにエンジンです。これはノルウェーで見つかったんですけども、10世紀9世紀から10世紀に作られたものなんですね。 でこれはですねブローチの大きさですから、7センチから8センチ台だと思います。これを、ね、胸につけている写真もありました。えー、それを見ると、やっぱりその程度だと思います。これはあのマヤの絵ですね。右の方はノルウェーで見つかった、まあ、明らかにエイ,リアンのエイリアンクラフトともわれる乗り物の中に掘り込んであったエイリアンの図なんですね。下はこれはもうあのソ連の旧ソ連の,あの衛星ですね、まあ。ロシアですけども。これは土星ですね。もう一見は100分に近づずですね。 ででり込んであったここにもエイリアンが掘り込んであるんです。で、このエイリアンですね、これ横にしてみると同じだということをお分かりですね。これはあのヘルメットをかぶっているのかどう、どうしてこういう形をしているのか私は理解できませんが、まあこれもそうなんですね。えー、細長くて三角形で目が細長いと。明らかにエイリアンです。で、この,新あのシートベルトもこれ、あの ご,ご存知のようにあのジェットコースターなんかに使っている、まあ、最新型のシートベルトですね。で、これは上がまあどうも宇宙服を着たエイリアンらしいと、あとで非精査しています。それから、まあいろんなものが書いてあるんですが、これねあ、あのー、まあ、もう少しいい写真があればよかったんですけど、やや横向きで、こう、なんて言いますか、ヘルメットをかぶったエイリアンであると。で、これはあのー、 母船ですね UFO の母船として、まあ、これはあの本物だというかあのあの、という形で証明されているエイリアンの写真であ、大型母船の葉巻型 UFO の写真ですね。でここにもあのなんかごちゃごちゃとしたものが書いてありますけども、これも何かしら小型の,、ね、あの UFO といいますか、あの連絡船のような感じがいたします。これは分かりません。 まだ人間はここまで開発しませんから。で、このまん丸というのはね、大気と地球ですね。あの丸、丸に外にある円が大気だと思います。で、これが、こうして図をですね、貼り合わせてみますと、あのこの一枚のね、レリーフが何を表しているかというと、地球であり、その外側に大気があり、そして上に宇宙,宇宙,、まあ、宇宙遊泳してます、宇宙飛行士があり、ここに大型の母船があり、そしてここに月があり、 そして小型の UFO が近づいてきて母船に、まあ、接近しようとしているというような図がこうして浮かんでくるわけであります。これは、ね、あの2、3日前にね、どこかの校長先生があの偶然撮った写真そっくりですね、これ今の UFO はあの。毎日新聞に出ていました。ですから、あえてこの写真にしたわけですけども、小型の UFO ねあの、大変よく見た形です。 えー、ということになりますと、この人は誰かということになるわけですけども、もう皆さんお分かりですよね。これはマヤのあ、今の,あの中に出てきたもの。これ三生体ですね。生徒の近くのチェーンルートの生徒という意味です。で、エジプトですね。エジプトのこれあの壁画に掘り込んであったあの、まあ、エイリアンの顔だと言われているものですけども、三者比べてみますと同じということが分かるわけです。まあ、さらに他のレリーフ、あーいわゆるそのこれ元はあの金ですからね、これ。 わざわざ金に、ね、こうあのつまんないものを掘り込むという人はいないでしょう。ですから、あのそういうことも考えて、なぜ彼らは懸命に金、ね、の板にこういうものを掘り込んで、後世の私たちにあの伝えようとしたかというその熱い心を理解してあげなきゃだめですよね。でないとかえって、なんて言いますか過去の人たちに,とに対して失礼というもんですよね。一生懸命掘り込んだんですよ、皆さん。 あなたならあの、例えば金塊買ってそれにね、くだらないものを掘り込むでしょうか。ただ気になるのはですね、指が4本だということなんです。グレーは3本、あるいは6本というふうに表現したのもありますが、まあ、足の指が3本ですから指の、手の指も3本と考えるのが自然ですね。足の指と手の指が違っている、数が違っているということは、 あまあ何か dna 的に考えて矛盾があるわけですこれなんかあのこう母船にこう着陸した ufo のようにも見えますまあ ufo ですね、まあ、明らかに見えますじゃなくてもうそういう遠回しに方もさありますこれ ufo でないっていうなら ufo でないという証明を出してねそれからあのしあのー はい、どちらが無理があるかということなんです。これは UFO だという方が無理なのか、これが UFO でないという方が無理なのか、いわゆるバランスの問題だということなんですよね。これをエイリアンだという方が無理なのか、有利エイリアンでないという方が無理なのかということなんです。どっかの大学の先生はですね、テレビに出てきて、はい、頭から全てを否定していますが、UFO の研究をしたこともない、そう UFO でないという研究もしたことない人がですね、もう頭からガン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 と否定しますよね。 ああいうその頭のおかしなその科学者、物理学者というのが日本で大手を振ってるというのは実に奇怪な国ですね。科学性ゼロでしょ科学というのはですね相手が UFO だと言ったらではそうではないという研究を一方でしながらそしてそ,のそれを学問として対抗するならばいいですけども。 明らかに頭からないないない、そんなものは UFO じゃない、宇宙人はいないんだ、えー、というようなことを頭から否定するというのは、もう科学者として私は失格だと思います、ね。わかりますか、私の意味が。その方がですね、UFO でないという研究を一方でなさっている、あるいは宇宙人は存在しないんだという研究をなさった上で、相手を否定するならば、それは科学的だと思います。自分は物理学者だから、そんなものはないんだ、物理学にそんなものは証明できないんだからというのは、 あまあどなたか皆さんご存知かと思いますがテレビで大変露出度が高いあの教授であります。まあ、これなんかあの板の祈っていうよりはパレンケのああののて言いますかあの墓の板に掘り込んだあのエイリアンそっくりですね。そしてこのエイリアンの,があの頭にはその何て言いますかあのやっぱりこの同じような絵がちょっと上の絵がよくわかんないんですけどもねこれもやっぱりこの同じようにこの あの人間がこうなんとなくこうねよく分かりませんけれども人間があのクラフトに乗って飛んでいるように私には見えますが皆さんはどうでしょうか。まあ、確かに でこの絵もそうなんですけど、下にいるのが、まあ、エイリアンだと思いますね。釣り目がつり上がってますね。手に持ってるのは何か分かりませんけども、もブーメラン型の UFO も映ってますね。この手のあたりに。そしてその上に円形の UFO も映ってます。ということは、ブーメラン型の UFO というのはもうこの時すでにあったということなんですけど、も、ちょっと無理があるかな。でこれはあのーまあ。のま 同じくあの2012年に公開されたメキ,メキシコ政府から公開されたあーいろんな資料の数々ですけども。 これ,もやっぱこれは指が3本だったかな。要するにね、あのメキシコではですね、あるいはマヤ、インカでは、かつてはこういった爬虫類型のエイリアンが支配してたんですよね。そして人間を食べ、人間の血を飲んでたわけであります。そして人間を騙してですね、信仰心によって心臓を差し出させてたんですけども、それに代わって新しい時代がやってきたんですね。いわゆるグレー型のエイリアンがマヤを今度は支配するようになったわけであります。そしてマヤにも新しい時代がやってきたんですね。 まあこれなんか明らかに宇宙服を着た宇宙人という感じがいたしますね。目がつり上がってますから、エイリアンが宇宙服を着ているところに見えますね。そして、これがまあ私、先ほど挙げました、エイリアンが宇宙クラフトがですね、あのー、ピラミッドの上に乗っているということを私がこの,この時まあ知って、先ほどあの詳しく精査いたしましたけども、そういうふうに私は考えています。というか、前からこれはもう明らかにこれは宇宙、UFO の着陸台だということはもう何度も申し上げてきました。 はい、ということで、まあ、あの明らかな、まあ、証拠ですよねこれはもう事実ではなくて証拠が出てきたわということになるわけですあの事実と証拠をどう分けるかですけどもこれが証拠だということですよねこの絵が証拠だということなんですよ洗顔が、えー、そして、まあ、あの上からエイリアンが降りてきてそしてまあ人間たちに、まあ、会ったり命令したり まあ自分たちは神,神,神としての存在であるということをこういう形で私人間に見せたということになります。えー、まあさっも言いましたに、ね、なぜ今になってこんなものを公表したかということを裏返していますとなぜ今まで公表しなかったかということにもなるわけですよね。それには公表したらまずいとそういうふうに思われる部分があったからだということになるわけです。 Hello, this is Hiroshihayashi Hamamase de Japan. This is a very strange story about a connection between Maya, Chengdu, China, and Norway. In Japanese,2012、uh, 年にですね、メキシコ政府が全面的に協力してですね、uh, 一本のなんてますか映画があの公開されました。でその、なんていうんですか、ホームページ ホームページといいますかあの、ウェブサイトの中にですねあの、まあ、マヤと、それから宇宙人との関係を示す、いろんなその、まあ、今まではあの公開されなかったあのマヤ文明の、えー、像がですね、あの像といいますか、あのそれがまあ紹介されているわけですね。今のが映画,での映画のタイトルですけども。で、これずっと見て、まあ、これはあの、 ままあ皆さんご覧になっている通りのものもだと思います、えー、明らかに宇宙船であるとかあの目のつり上がったグレータイプのエイリアンの顔であるとかあるいはというようなものがこう大変多く公開されたんですね。で注目したいのはこの絵な写真なんですけどもこの目が釣り上がっているこれどこかで見たことがあるってまあ まあ気がつきますよね、誰でも。あのまあ、こういう顔してるんですね。これ、マヤです。えー、まあ、ご覧になってください。それで、この顔とですね、あのー、これはあの面白いですね。ピラミッドの上にこの UFO が止まってるような、今の写真でしたね。 とこれとですね中国のチェンドゥいわゆる三イ帯遺跡ですねで。チェンドゥのやや,やあの北方っあに今はあの博物館がありますが、あのチェンドゥのややほっぽにあ,あの三イタの,の博物館の中に陳列されている、まあ、ゾウセイこれは正イ性でしょうね、ゾウなんですけども。このマヤの顔と、先ほどのマヤの顔と、この三ン帯遺跡のこのゾウの顔とよく似てますね。まあ、これは違う。 違うという方が無理があるんじゃないかと思うぐらい、よく似てるんですね。特にこの顔。で、この三世帯中国の、あの。遺跡から発見されたか、発掘された顔と、まあ、こっち左がマヤですけども。マヤで、えんで、これからの。三世帯チェンルーの、あの、生徒のね、あの。から発掘された、三世帯遺跡から発掘された。 素材は分かりませんけども、多分製造だと思いますけどもあの、比べてみます。これなんかもうそっくりですね。この目がつり上がっているところ、でこれは、まあ、偶然の位置というふうにはもう言えませんね。さらにですね、ノルウェーで、まああのー、今から十数号前にあの取り上げました、これはノルウェーのブローチなんですね。で森本聡さんという方がこれを見つけてくださいました。でこのの中の様子もですね これもノルウェーで見つかっているんですけども、あのこの左上と右下に、ね、あのエイリアンが掘り込んであるの分かりますか非常に小さなものなんですよ、これ、ブローチっていうぐらいですからね。あの後でわかったんですけど、大きさがまああの胸につけたところあるんですけども、大きさが10センチ前後、10センチないですね、7、8センチ前後です。でこれはれはマヤののさたあ いのわからない物体ですね下右,の下右下はノウェイで見つかったあブローチということになっていますが、この両者は大変よく似ています。もうこれを偶然の位置というか、あるいは同じものだったというべきかは皆さんの判断にお任せします。まあ、このようにですね、チェンドゥーチャイナと現在のチャイナですね、そしてノルウェイと現在のノルウェイですね、は不思議な線でつながれていると。それから ノーウェまあノーベとあのチェンドゥーって直接、ね、ていねごめんなさい。あの、マヤとあの今日はマヤを中心にしてみましたので、ノーウェイとマヤとは、あの、あの、まあ、不思議なブローチで、つながっているい。で、マヤとチェンドゥーとは、あの、不思議な顔、不思議というか、人間離れしたエイデアンの顔で、えー、つながれているということです。Thank you very much for watching and see you next time. Bye! Hello! This is Hiroshayashi h a m a m a s Japan. This is a story about alien spacecraft s、uh, found in Norway.、Uh, in Japanese, ノルウェーで発見された UFO の模型について話します。これはブローチということになっています。まあ、ブローチサイズの大きさなんですね。でただ、あの、 資料を見ましても、大きさがあの書いてありませんので、まあ、ブローチの大きさということでご理解ください。で、これが元のあの画像なんですね。で、それ詳しくはこの続くビデオの中であのもう一度あの資料を添えて説明いたしますが。がで、これはあのデンマークで見つかって最近見つかった。あのブローチなんです。で、この2つがですね。あの比べてみますと。と穴の位置。 それから周りのその線ですね。あの位置はこの後精査いたしますので、そのビデオを見てください。で、この位置、まあこれ例えばこの一部分だけを見てもですね、こうした穴を見ても同じところに同じ位置あの穴があるわけです。ただし大きさなんかバリエーションが書いてありますから、ちょっと違いますね。で、この中の線にね、注目してください。後ではねもう一度あの詳しく説明いたしますので、その時にあの、線も合わせて見てください。で、線も同じなんですね。で、 まあこういうふうにまあ形あのそのものはですねあのバリエーション加えてありますから違いますが、まあ、あの基本的なあのパターンは同じということなんですね。で、これは何かということなんです。あなたは皆さん、皆さんはこれ何だと思いますかで、私ですね、あのこ,のこれが何であるかということをですねこの写真一枚だけパッと中学生に見せましてね、あのこ,この絵の方ではなくて これみんな何見えるって聞きましたら、まあ、約20人ほどの子供たちがいたんですけども、もう一斉にみんな何にも迷わないで、UFO! って答えましたですね。で、あとでちょっと時間を置いてからしばらくしてから帽子にも見えるなと言った子供も見ましたけども、まあ、全員がもう即,即座に UFO って答えましたですね。これ誰が見ても UFO なんです。 まさにオーパーズなんですね。で私、ちょっとこの線をもう少しこう強調して書いていまして、まあ、自分で楽しんでみましたが、やっぱり UFO なんですね。えー、でこの右下のはこれはブローチであの模様だけなんですけども、まあ、ここに5つの突起物があることに注意してください。でこの5つの突起物を見て、ですね同じ位置に同じようにあるんですよ。でこ 左側の,あのノルウェー、右側のデンマークで7 0 0キロの距離が離れているんですけどもね。ですから、いろいろなふうに考えられるわけですけども、この突起物、あのこれがボロブドールにありますね。スチューパ,スにスチュー,パーによく似ているんです。まあ、見てください。私、この、えー、突起物の形を見たときに、どっかで見たことがあるななんて、ね、思ってまして、でああそうだっていうことで気がついたんですけど、スチューパーは明らかに UFO ですね。 っていうのは、このスチューパーは後で作られたんですよね。あのピラミッドの上に。ですから、石の材質が違いまして下、下とは繋がっていません。あのまあ要はスチューパース、スチューパーです。スチューパーと呼ばれておりますけども、この形見てください。これはあのオリジナルの画像です。で、ダイエテック、ダイエ、イングリッシュブレイミュージアムにあるんですね。で、これは私、スチューパーのように、ね、アンテナを立ててみました。そうしましたらですね、そっくりになってきちゃったんですね。 まあ皆さんご覧になってください。で、このスチューパーと、まあ、これ、時代も合ってるんですよね。スチューパーがこう作られたのが大体890年から900年頃それから下の、の先ほどのブロ,ブローチですね。あれは作られたのは10世紀、900年から1000年までと、まあ、いうことになってますから、時代的にもほぼ同じ頃にできてるということなんです。で、さらにもう一つ、今日はあの後のビデオの中で注目してほしいのはですね、この,の UFO の内部と思われる模型なんですね。 実に奇妙な、あの、精緻な、奇妙であると同時に、精緻な模型なんですね。Very and delicate に作られているわけです。ていうかあの、左の方が上から見た図、あの右の方は斜め、情報から見た図なんですね。で これがでどうして私問題にするかというと、これ左側の道橋に掘られた北極の地図なんです。右が Google Earth 上での北極の地図,な地図というか写真なんですね。でこれはの比べて今あの精査しているところですけども、まあ、あの詳しくは515の方であの説明していますので、ここでは簡単にあの皆さんにお見せしますけども、これ左右比べてみてください。 一部の狂いもなく同じなんですね、さらに驚くべきことに、左の道橋の方には、ですね川の位置、それから湿地帯、それから北極海の海の中のね線、ちょっと見えますかね、のまであの掘り込んであるんです。いわゆるまあこれは 3D 写真なんですよね いわゆる、まあ,あの彫り込んだというよりも 3D 写真なんです。ただあの、の注意してほしいのは、あの左の道橋の中でマック特に黒い部分がありますね。これは氷というふうに理解してください。それ,そそそれを氷と理解して、あとはもう全くもう、すんぶし、もう、たがわず同じ、島の位置まで同じ、形まで同じということなんです。誰がこの道橋を作ったかということなんです。あのどのようにして作ったかということなんです。 これは、長持山古墳というところにありまして、それを明治時代にアメリカの方へ流出しまして、現在はアメリカのマサチューセッツ州のボストンミュージアム、あボストン美術館にあります。で、何度も手紙書いてね、あのもう三,三あの三方向からいろいろと手紙書いてるんですけども、いまだにこの返事がありません。この現物の写真が見たいんですけどもね、まあ,あの、言っても私のような人間言っても見せてはくれないだろうと思いますので、諦めてますけども、このように、すんぶたがわずな同じなんですね。 に入れておいていただきますと、あのなんて言いますかあの、先ほどお見せしましたね、あの極めて精緻に、あれ、ブローチサイズですから、ああそうそう、この,あの左の方の銅鏡の中心部は直径が38ミリですよ、皆さん、38ミリ、まあ、ゴルフボールぐらいですかね、もっと小さいかもしれませんね、38ミリと言いますと、そんなもんなんですね。 でこう地図を見ていくただグリーンランドだけはですねあの奇妙なことに形が違うんです。というのはグリーンランドっていうのはね氷の重さによって 200300m 水面下にというかあの沈んでるんだそうですね。 メータあのまあ、今、ここで何を示したかというと、ここにあの黒,黒い部分は氷だと,ということであの、その先は島であるということで、あのまあ、皆さんにお見せしてくるんですけども、あのあまりにもこの大パツすぎるということで、ですね信じない方も多いと思いますけども、まあ ビデオを止めてご覧になってください。さらに詳しくあの見てくださることは、型をですね、515、以前にもう5、6本この,あのビデオを作っていますので、どうかそちらで見てください。で、話を戻しますが、さて皆さん、あのもう一度この,あの形、ブローチを見てください。ブローチっていう発想が、ね、貧弱なんですよ。というのはもうあの、そんなブローチなんて、はい、それは現在時の発想じゃないでしょうか。ということで、次のビデオをご覧ください。Thank you. Hello, this is Hiroshihaya Shihama Maseri Japan.Today I would like to talk about a space class for aliens.No.2 In Japanese, これがあのスウェーデンで見つかったまあ不思議な物体であります、uh, 森本悟志さんが見つけてくださいました。皆さんはこれが何だと思いますかこれは 考古学者の説明によればあブローチとといいうことになっていますで,ブローチですからかなり小さいものですよねあの。ですからそれなりの中にこれだけのものが彫、まあ、り込んであるわけです。まずそのことに注意してくださいね。でもう一つというか2つね、あのこれにというか付随して2つのブローチを今日は紹介したいと思います。これはノルウェーで見つかったあのー ブローチなんでですねでこれはあのニュースに、えー、出ていましたので、いごめんなさいこっちこちらねねここちちららです、ね、こちらはあのデンマークで見つかったのですけども、あニューあの考古学ニュースに出ていたものですから、最近見つかったものだと思います。でこの2つのブローチ、A と B というふうにしておきます。これデンマークで見つかったんですね。先ほどのはノルウェで,すでこの2つのブローチを比べてみますと、ですね不思議なあの なてい不合点というか1点を見出すことができますでとてもこの2つはよく似てるんですよねしかし同じではありませんよ、まあ、これはあのー、エイリアン独特の思考回路なんですね例えばこの丸のところを基準にしてみていますと、あのー、数位置が同じなんですねただ大きさは多少バリエーションがかけてありますこうしてあの順に見てみてくださいでば、あのー、位置場所は同じなんですね で、ここも同じ。ということに、こう、順にこう、つないでいきますと。これ一つ右にずれてますね。ごめんなさい。で、この二つと、あの、今の位置はちょっとずれてる。この真ん中の線のね、あの、リムのところには、あの、あのあの左上のほに穴が開いてません。で、ここの丸を基準にして、もう一コン左の方に寄っていきます。ほんで、見ます。見ます。 で、同じだといことを皆さんお気づきになると思いますかね。多少バリエーションはかけてありますけども。そして、ここにこの穴があって、その上へ来るわけですね。そして、上に丸の、こうなってますか。コクピットのようなもんですけども、突部で,ですね。コクピットではありません。な,ないと。空、ま、も、あ、断言できません。ここを基準にして、もう一回、もう一個左へあ、ここの丸ですね。これ、上へこう出っ張りが出ているわけです。で、ここの穴も同じように開いていると。 でここからもう一度今度左の方へ寄っています。これ一番左、向かって左側ですね。先の丸々です。それでこう、このリムのところには穴が開いてるんですね。ここを先ほどの同じ点を取りまして、自由に見ていきます。このリムのところは無視してくださいね。と同じように開いてるわけです。ということはリムの部分だけはあの下あ、デンマークの方は開いてるわけですね。そして穴があると。こういうふうにこ度なってますかパターンは同じなんですね。 でこの2つを比べて、下はあの楕円形で、上はほぼ円形だ前楕円形、やや楕円形になっているのかな,な、というような説明がありましたですね。しかし、これらは同じ場所で、同じ人によって作られたというふうに考えたんですけども、距離は700キロも離れているんですよね。下があのデンマークで発見された。 場所です上がノルウェーの場所ですけども直線距離にして7 k m 離れてる、まあ、バイキングのことですからノルウはデンマークで買って、えー、故郷のノルウェーをももお土産に持って買ったってことも考えられなくはないですよねとも、まあ、かくもこれが10世紀頃にできているということなんですねで今から、ままあ、1000円ちょうど1000年 1,200年ぐらい前にできたんでしょうかで、ブローチエビエの説明もこういう一応ここに説明してありますけれども、えー、デンマークの、えー、サウスーイースト南南東、南東部のね、10キロぐらいのところで見つかってると。そういうようなことが書いてあるわけです。で、まあ、あのー、まあ、 ということなんですけども、このね、わずかなあの、同じなんだけど、わずかな違いをかけて作るっていうのは、このエイリアンの独特の,あの思考回路なんですね。これは例えば、あのギャガンララとあ中国寺の弥勒菩薩とですけども、花の長さの像いて全く同じなんですね。で、ガンララの仏像も、わずかなバリエーションを、まああの、ほとんど同じなんだけども、わずかなバリエーションを加えて、同じものを作る。これも、あのやっぱりこの同じ方式なんですね。 ということで、この、なんて言いますか、あの、ギリシャ彫刻もそうなんです。同じモデルを使って同じように作るんですけども、わずかなバリエーションを加えてる。まあ、いわゆるその 3D のデータベース作るときにわずかなバリエーションを加えるのか、ランダムを加えるのか、それはわかりませんけども、データ等的にわずかな時間差を置いた、タイムラグを置いたわけですね。いわゆるプログラム彫刻というのです。で、これら2つはどうかというとです、まあ、これもう1回ここのところよく見ててくださいとわかりますように、同じなんですよね。 えー、パターンがあるということはね、こ,れもここにもエイリアンが関与してた可能性が非常に高いわけですよね。じゃあもう一度これを考えてみてほしいわけです。まあ、以上、ちょっと長い間置きになりましたけども、じゃあこれも同じような場所で同じようにできたということを考えますと、これはただのブローシーと考えるのはちょっと無理があるんですよね。で、これはあのー、 だからというこれがあの宇宙船の内部の様子であるというふうにはまだ断言できませんけどもまだ証拠集めて集めていかなくてはなりませんけどもあの1つの手がかりはですね一番左側にあるあの左にこう空を向いてるこのエイリアンらしき人間なんですよね人間まあ人間この人なんですねでこれはね図解してみますとこうなるわけです何かしら口からこう何かあ,のえあ 出してますね、それを握ってるんで、あのー、シートベルトの付け方が人間とは違いますね腕を止めてますねそしてこれは何かしらこうまさに人間離れしてるわけです説明書はあの怪物怪物と書いてありますけどもそう怪物なんてねモンスターなんて作るわけないしこれは怪物のあ首の長い怪物だというふうに説明してありますねまあロボットかもしれないしというところですねこの真ん中の部分がこのどうもエンジンのコントロール部のような私は気がしますねあの黄色いのをこう上下させたりして あの操縦してるこれと同じものが、あの、八戸塀、日本の八戸で蜂の塀でも見つかってるんですね。で、これ、あの、コロンビアでも見つかってるんですよ。えっと、ごめんなさい。前あ アステカの地下,地下のでも見つかってます。同じものが。あの前紹介しました。これ,でこれもやっぱり座ってるんですよね。だからエイリアンは地球上では立てなかったんじゃないかと思うんですね。この足、あの重力に逆らえず。ですからいつもこのポーズであの、アステカで見つかったのもそうなんです。同じポーズで座っておりますね。いわゆる三角座りというか座っております。でこれにこ、ね、先ほどのクラフトの,あのシエットを重ねてみますとこうなるんですね。 そうなると、これは私はあのまあ誰が見てもですね、これはまあ今、フライング操作ですよね、窓があるの分かりますかあの下に3つ、窓が、見たところ3つずっとぐるっと円を描いて、窓が。 ついてますねですから、まあ、明らかにクラフトであるというふうに考えるのは、まあ、普通ですわね。大、まあ、パーツ以上の大パーツということになるわけです。まあ、それだイコール宇宙船、エイリアン、あるいはあのというふうには言い切れませんけども、非常に怪しいものであることは確かですし、ますます黒に近づいてきたということであります。 ということで、まあ皆さんあのエイリアンあ UFO の中を見たいなと思われる方は、あ今日のビデオを見てですね、あこれは UFO の中なんだなというふうに思ってくださっても、ほぼ間違いないんじゃないかと思います。あどうぞお楽しみください。Thank you very much for watching. And see you next time. Bye. Hello. This is Hiroshi Hamamoto i Japan. This is a story about a very mysterious brooch、uh, found in Gotland, Sweden. Now in a British Museum in London、uh, in Japanese. 森本聡さんからですね、奇妙なものがあるとい,うこと,う、まあ、ということですね、写真を送っていただきました。で、それはあのバイキングの謎をし調べてる過程で出てきたものなんですけど、このブローチなんですね。 で、これ、まあ、何のブローチかっていうことですけども、実に奇妙なブローチなんです。ゴットランドで10世紀頃見つかったんだそうです。あー、ごめんなさい、10世紀頃作られたんだそ,うだそうですね。で、ごめんなさい。で、これがまあ、なんであるかですけども、一見すると、これなんかね、こう、エイリアンらしき人間が2人、えー、2時と7時の方向に座ってますね。この人なんですね。で、まあ、順に見ていきますと、実に聖地というか、人間離れしているというか、まあ、 奇妙な奇妙実に奇妙なあのブローチなんですねで。大きさは書いてありませんでしたけれども、ブローチという以上はそれほど大きくないと思います。で見てますと、ここに気にこれが気になったんですね。指が3本なんです。で、これでギュゾッとして、まあ、これはと思ったんですね。で、まあ、こういう時は指を数えてみる。 で,すよね、で、いくらあの彫刻してもですね、指3本が5本かなんてことでですね、これほどステージなものを作るんだったら間違,間違えるはずがないんですよね。あれ間違えたとしたらその途中で気がつくんです。そしてこの2人とも指があの3本なんですよね。で、これ横から見たあのサイドビューのブローチなんですけども、あのなんて言いますか、手に何か紐っていうかベルトのようなものを巻いています。で、こう比べてみます。 で比べてみるんですけども、一体これは何かということになるんですよね。で、私、この指が3本、それからこの乗っている、まあ、人間、それからまあ実にこう人間離れしたと言いますか、人間がまあ何かの部屋を掘り込んだで,何か住んでするにしても、こんなものは掘らないだろうという、まあ、一般的なまのなんですけどね、人間の常識から考えて、これは私は UFO の内部だというふうに解釈いたしました。 まあ私たち UFO の内部なんていうのは、ね、見たことありませんしどの,ふうどのようになってるか知らないわけですよね。でも中心部にああいう、なんていうんですかあの、エンジン部のようなものがあります。そして周りはその機械、メカニックなその構造物がいっぱいあるんですね。床も平らじゃない。それから、まあ比べてみますとですね。 この今言ったエイリアンらしき礎なんですけども、あともにヘルメットをかぶっているのか、平べたいイ顔しているのか分かりませんけれども、ヘルメットから二本の棒が伸びてて、それをこう両手でこうグッと持っているんですね。指が3本だということに注意してください。で、これは銀星だそうです。銀で出て、ゴトランド、まあ、野蛮な国という意味だす、土地という意味だそうですね。スウェーデン語で調べてみました。で、まあ、それを調べてみたんですけど、これはみんな動物だというんです。そして、long-necked animal head、長い首を持った動物の頭 もあるとかっていうふうに、まあ、それは一般的なあの高校学者の解釈ですよね。解釈というか、あの作文ですよね。で、私、これをね、まあ、読んでて、こう思ったんですね。このデザインが意味は本当のところは分かっていないと、この下線文はそう書いてあるんですね。The、so、significance, significance of this design is uncertain とね。で、これと3本指で思い出したのは、最近先月行ってきました、甲府の,あの高校、 あの博物館ですけど、ここのエイリアンも3本なんですね。これはあの爬虫類の皮膚をして、この工科博物館の,あのこ,ことにつきましては、詳しくはあの、まあ、報告いたしましたがで、指が3本であると。ということは、これはグレーじゃないかということになるわけですね。グレータイプのエイリアンということになるわけですね。でまあ、これもう一度精査していますが、これがブローチだというのと、 これが UFO の内部だというのとでは、どちらがこじつけに近いかということなんですね。いわゆるどちらがこじつけかということなんです。もう皆さん、私はこれが、ね、UFO の内部だと言いますと、こじつけだというふうに言われますね。でも私はこれがブローチだというのがもっとこじつけのような気がするんですね。どうしてこのブローチなんか作ったんでしょうか まあ、胸につけるかどこにつけるか知りませんけれども、で、ゴットランドはどこにあるかということをちょっと調べてみたんですけれども、このゴットランドは不思議な位置にあるんですね。まあ、黄色い線重なりましたね、あその、この黄色い線はどこから来てるかというと、いやウェストポールとエイブベリーをつないだ線上、まあ、直線上にあるんです。そして右の方行きますと、イーストポール行くんですよね。で、まあ、ついでに最後に、えー、付け加えればですね、 同じ場所で同じようにこんなブローチも見つかっているんですよ見つか。見つかっています。まあブローチといえばブローチですそうでないといえばそうでないし、一体これは何なんでしょうね。ということで今日のビデオ終わりますが、まあ本当に想像力,想像力をかき立てられますね。えー、ということで謎のブローチ、UFO ナビか、それともブローチなのか、皆さんのご判断にお任せします。 Uh, thank you very much for watching and see you next time. Bye. Plus plus 森本さんどうもありがとうございました。Hello, this is Hiroshi Hayashi h a m a m a t s Japan. This is a story about aliens spacecraft、uh, found in Norway.、Uh, in Japanese、ノルウェで発見された UFO の模型について話します。 これはブローチということになっています。まあ、ブローチサイズの大きさなんですね。でただあの資料を見ましても大きさがあの書いてありませんので、まあ、ブローチの大きさということでご理解ください。でこれが元の,あの画像なんですね。でそれ詳しくはこの続くビデオの中であのもう一度あの資料を添えて説明いたしますが。 でこれはあのデンマークで見つかって最近見つかったあのブローチなんです。でこの2つがですねあの比べてみますと穴の位置それから周りのその線ですねあの位置はこの後精査いたしますのでそのビデオを見てください。 でここの位置まあこれ例えば、この一部分だけを見ても、ですねこうした穴を見ても、同じところに同じ位置あの穴があるわけです。ただし大きさなんかはバレーションが書いてありますから、ちょっと違いますね。でこの中の線にね注目してください。あとでは、ね、もう一度あの、詳しく説明いたしますので、その時にあの線も合わせてみてください。で線も同じなんですね。で まあこういうふうにまあ形あのそのものはですね、あのバリエーション加えてありますから違いますが、まあ、あの基本的なあのパターンは同じということなんですね。で、これは何かということなんです。あなたは皆さん、皆さんはこれ何だと思いますかで、私ですね、あのこのこれが何であるかということをですね この写真一番だけパッと中学生に見せましてね、あのこ,この絵の方じゃなくて、これみんな何見えるって聞きましたら、まあ、約20人ほどの子供たちがいたんですけども、もう一斉にみんな何にも迷わないで、UFO! って答えましたですね。で、あとでちょっと時間を置いてからしばらくしてから、帽子にも見えるなと言った子供も見ましたけども、まあ、全員がもう即,即座に UFO って答えましたですね。これ誰が見ても UFO なんです。 まさにオーパーズなんですね。で私、ちょっとこの線をもう少しこう強調して書いていまして、まあ、自分で楽しんでみましたが、やっぱり UFO なんですね。えー、でこの右下のはこれはブローチであの模様だけなんですけども、まあ、ここに5つの突起物があることに注意してください。でこの5つの突起物を見て、ですね同じ位置に同じようにあるんですよ。でこ 左側の,あのノルウェー、右側のデンマークで7 0 0キロの距離が離れているんですけどもね。ですから、いろいろなふうに考えられるわけですけども、この突起物、あのこれがですね,ボロ,ブドールのでねボロブドールにありますね。スチューパー,スチュー,パーによく似ているんです。まあ、見てください。私、この、えー、突起物の形を見たときに、どっかで見たことがあるなって、ね、思ってまして、でああそうだってことで気がついたんですけど、このスチューパーは明らかに UFO ですね。 っていうのは、このスチューパーは後で作られたんですよね。あのピラミッドの上に。ですから、石の材質が違いまして下、下とは繋がっていません。あのまあ要はスチューパース、スチューパーです。スチューパーと呼ばれておりますけれども、この形見てください。これはあのオリジナルの画像です。で、ダイエテク、ダイエ、イングリッシュブリーミュージアムにあるんですね。で、これは私ス、スチューパーのようにね、アンテナを立ててみました。そうしましたらですね、そっくりになってきちゃったんですね。 まあ皆さんご覧になってください。で、このスチューパーと、まあ、これは時代もあってるんですよね。スチューパーがこう作られたのが大体890年から900年頃それから下の,あの先ほどのブロ,ブローチですね。あれは作られたのは10世紀、900年から1000年までと、まあ、いうことになってますから、時代的にもほぼ同じ頃にできてるということなんですで。さらにもう一つ、今日はあの後のビデオの中で注目してほしいのは、ですねこの,の UFO の内部と思われる模型なんですね。 実に奇妙な、精緻な、奇妙であると同時に精緻な模型なんですね。Very and delicate に作られているわけです。ていうか、の左の方が上から見た図、あの右の方は斜め上方から見た図なんですね。で、これがで、どうして私、問題にするかというと、これ左側の道橋に掘られた北極の地図なんです。右が Google ググス a 上での北極の地図な、地図というか写真なんですね。 でこれの比べて今、あの精査しているところですけれども、まああの、詳しくは515の方であで説明してますので、ここでは簡単にあの皆さんにお見せしますけれども、これ、左右比べてみてください。一部の狂いもなく同じなんですね、さらに驚くべきことに、左の道橋の方にはですね川の位置、それから湿地帯、それから北極海の海の中の、ね、線、ちょっと見えますかね、のまであの掘り込んであるんです。あのいわゆる、まあ、これは 3D 写真なんですよね。 いわゆる、まあ,あの彫り込んだというよりも 3D 写真なんです。ただあの、の注意してほしいのは、あの左の道橋の中で、まあ、特に黒い部分がありますね。これは氷というふうに理解してください。それ,そそそれを氷と理解して、あとはもう全くもう、すんぶ、もう、たがわず同じ、島の位置まで同じ、形まで同じということなんです。誰がこの道橋を作ったかということなんです。のどのようにして作ったかということなんです。 これはあの長持山古墳というところにありまして、それを明治時代にアメリカの方へ流出しまして、現在はアメリカのマサチューセッツ州のボストンミュージアム、あボストン美術館にあります。で何度も手紙書いてね、あのもう 3, 3, あの3方向からいろいろと手紙書いてるんですけども、いまだにこの返事がありません。この現物の写真が見たいんですけどもね、まあ,あの言っても私のような人間行っても見せてはくれないだろうと思いますので諦めてますけども、このようにすんぶたがわず同じなんですね。ととというのこともちょっと頭 まに入れておいていただきますと、あのなんて言いますか、あの先ほどお見せしましたね、あの極めて精緻に、あれ、ブローチサイズですから、ああそうそう、このあの左の方の銅鏡の中心部は直径が38ミリですよ、皆さん、38ミリ、まあ、ゴルフボールぐらいですかね、もっと小さいかもしれませんね、38ミリと言いますと、そんなもんなんですね。 でこう地図を見ていくただグリーンランドだけはですねあの奇妙なことに形が違うんです。というのはグリーンランドというのはね氷の重さによって2 3 0 0メートルあの水面下にというかあの沈んでるんだそうですね。 メータあのまあ、今、ここで何を示したかというと、ここにあのこ黒い部分は氷だと,ということであの、その先は島であるということで、あのまあ、皆さんにお見せしてくるんですけれども、あのあまりにもこの大パツすぎるということで、ですね信じない方も多いと思いますけれども、まあ ビデオを止めてご覧になってください。さらに詳しくあの見てくださることは、型をですね、515、以前にもう5、6本この,あのビデオを作っていますので、どうかそちらで見てください。で、話を戻しますが、さて皆さん、あのもう一度この,あの形、のブローチを見てください。ブローチっていう発想が、ね、貧弱なんですよ。というのはもうあの、そんなブローチなんて、はい、それは現在時の発想じゃないでしょうか。ということで、次のビデオをご覧ください。Thank you. Hello, this is Hiroshihaya Shihama m a s e Japan. Today I would like to talk about a space class for a l i e n s n u m b e r t w o In Japanese, これがあのスウェーデンで見つかったまあ不思議な物体であります。Uh, 森本聡さ,さんが見つけてくださいました。皆さんはこれが何だと思いますかこれは 考古学者の説明によればブローチということになっています。でブローチですから、かなり小さいものですよね。あのですから、それなりの中にこれだけのものが彫、まあ、り込んであるわけです。まずそのことに注意してくださいね。でもう一つというか、二つね、これに付随して二つのブローチを今日は紹介したいと思います。これはノルウェーで見つかったあのブローチなんですね。 でこれはあのニュースに、えー、出ていましたので、えー、ごめんなさい、ね、こちらですね、こちらはあのデンマークで見つかったのですけれどもあニューあの、考古学ニュースに出ていたものですから、最近見つかったものだと思いますで。この2つのブローチ、A と B というふうにしておきます。これはデンマークで見つかったんですね。先ほどのはノルウェーですで。この2つのブローチを比べてみますとです、ね、不思議な不合点というか、1点を見出すことができます。 で、とてもこの2つはよく似てるんですよね。しかし同じではありませんよ。まあこれはあのー、エイリアン独特の思考回路なんですね。例えばこの丸のところを基準にしてみてみますと、あのー、数、位置が同じなんですね。ただ大きさは多少バリエーションが欠けてあります。こうしてあの順に見てみてください。で、ばあのー、位置、場所は同じなんですね。で、ここも同じ。ということにこう。 順にこう、つないでいきますた。これ一つ右にずれてますね。ごめんなさい。で、この二つと。あの、今の位置はちょっとずれてます。この真ん中の線のね、あの、リムのところには、あの、あのあの左上の方に穴が開いてません。で、ここの丸を基準にして、もう一つ今左の方へ寄っていきます。ほんで、見ます。見ます。で、同じだということを皆さんお気づきになると思いますね。多少バリエーションはかけてありますけども。そして、ここにこの穴があって、 そして上に丸のこンナーてィマスコクピットのようなものですけどもトであの突ツブですねコクピットではありませんな,ないとツラ、まあ、も断言できませんがでここを基準にしてもう一回もう一個左へあここの丸ですねこれ上へこう出っ張りが出てるわけですでここの穴も同じように開いているとでここからもう一度今度左の方へ寄っていますこれ一番左に向かって左側ですね先の丸丸です それで、こう、このリムのところには穴が開いてるんですね。ここを先ほどの同じ点を取りまして、自由に見ていきます。このリムのところは無視してくださいね。と同じように開いてるわけです。ということは、リムの部分だけはあの下あ、デンマークの方は開いてるわけですね。そして穴があると。こういうふうにこうなってますかパターンは同じなんですね。 でこの2つを比べて、下は楕円形で、上はほぼ円形だ前楕円形、やや楕円形になっているのかな,な、というような説明がありましたですね。しかし、これらは同じ場所で、同じ、えー、人によって作られたというふうに考えたんですけども、距離は700キロも離れているんですよね。下があのデンマークで発見された。 場所です上がノルウェーの場所ですけども直線距離にして7キロいという、まあバイキングのことですからノルウェーはデンマークで買って、えー、故郷のノルウェーをお土産に持って買ったってことも考えられなくはないですよね、まあ、ともかくこれが10世紀頃にできているということなんですねで今から、ままあ、1000円ちょうど1000年 1,200年ぐらい前に,できたんで 1200, 年前にできたんでしょうか。で、ブローチ a ビの説明も、こういうの一応、ここに説明してありますけれども、えー、デンマークの、えー、サウスーイースト南南東、南東部のね、10キロぐらいのところで見つかっていると。そういうようなことが書いてあるわけです。で、まあ、あのー、まあ、 ということなんですけども、このね、わずかなあの、同じなんだけど、わずかな違いをかけて作るっていうのは、このエイリアンの独特の,あの思考回路なんですね。これは例えば、あのギャンガンダラと、あ中国寺の弥勒菩薩とですけどもああの、花の長さの像と全く同じなんですね。で、ガンダラの仏像も、わずかなバリエーションを、まああの、ほとんど同じなんだけども、わずかなバリエーションを加えて、同じものを作る。これもあの、やっぱりこの、同じ方式なんですね。 ということで、このなんて言いますか、あの、ギリシャ彫刻もそうなんです。同じモデルを使って同じように作るんですけども、わずかなバリエーションを加えている。まあ、いわゆるその 3D のデータベースを作るときにわずかなバリエーションを加えるのか、ランダムを加えるのか、それはわかりませんけども、データ等的にわずかな時間差を置いた、タイムラグを置いたわけですね。いわゆるプログラム彫刻というのです。で、これら2つはどうかというとです、まあ、これも1回ここのところよく見ててくださるとわかりますように、同じなんですよね。 えー、パターンがあるということはね、こ,れもここにもエイリアンが関与してた可能性が非常に高いわけですよね。じゃあもう一度これを考えてみてほしいわけです。まあ、以上、ちょっと長い間置きになりましたけども、じゃあこれも同じような場所で同じようにできたということを考えますと、これはただのブローシと考えるのはちょっと無理があるんですよね。で、これはあのー、 だからという、これがあの宇宙船の内部の様子であるというふうにはまだ断言できませんけど、まだ証拠を集,集めていかなくてはなりませんけども、あの1つの手がかりは、ですね一番左側にある、あの左にこう空を向いているこのエイリアンらしき人間なんですよね、人間、まあ人間これ人なんですね。これはね図解してみますとこうなるわけです。何何かかかしら口から口こう何かあのえあ 出してますね、それを握ってるんで、あのー、シートベルトの付け方が人間とは違いますね腕を止めてますねそしてこれは何かしらこうまさに人間離れしてるわけです説明書はあの怪物怪物と書いてありますけどもそう怪物なんてねモンスターなんて作るわけないしこれは怪物のあ首の長い怪物だというふうに説明してありますね まあ、ロボットかもしれないしというところですね。この真ん中の部分が、このどうもエンジンのコントロール部のような、私は気がしますね。あの、黄色いのをこう、上下させたりして、あの操縦してる。これと同じものがあの、あの、八戸塀、日本の八戸で、八戸でも見つかってるんですね。で、これ、あの、コロンビアでも見つかってるんですよ。えっと、ごめんなさい。前あ アステカの地下,地下のでも見つかってます。同じものが。あの前紹介しました。これ,でこれもやっぱり座ってるんですよね。だからエイリアンは地球上では立てなかったんじゃないかと思うんですね。この足、あの重力に逆らえず。ですから、いつもこのポーズであの、アステカで見つかったのもそうなんです。同じポーズで座っておりますね。いわゆる三角座りというか座っております。でこれにこ、ね、先ほどのクラフトの,あのシエットを重ねてみますと、こうなるんですね。 となると、これは私はあのまあ誰が見てもですね、これはまあ今、フライング操作ですよね、窓があるの分かりますかあの下に3つ、窓が、ったところ3つずっとぐるっと円を描いて、窓がついてますね。 ですから、まあ、明らかに、まあ、あのなんて言いますか、クラフトであるというふうに考えるのは、まあ、普通ですわね。まあ、ーパーツ以上のーパーツということになるわけです。まあ、それだ、イコール宇宙船、エイリアン、あるいはあの、というふうには言い切れませんけども、非常に怪しいものであることは確かですし、ますます黒に近づいてきたということであります。ということで、まあ、皆さん、あの、エイリアンあ、UFO の中を見たいなと思われる方は、あ今日のビデオを見てですね、あ、これは UFO の中なんだなというふうに思ってくださっても、ほぼ間違いないんじゃないかと。 Uh Thank you very much for watching and see you next time. Bye. Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamamatsuri, Japan. This is a story about a very mysterious brooch uh, found in Gotland, Sweden, now in a British uh, Museum in London, uh, in Japanese. Morimoto Satoshi san kara ということですね。えー、写真を送っていただきました。でそれはあのバイキングの謎をし調べている過程で出てきたものなんですけど、このブローチなんですね。でこれ、何のブローチかということですけども、実に奇妙なブローチなんです。ゴットランドで10世紀頃見つかったんだそうです。あ、ごめんなさい、10世紀頃作られたんだそう,だそうですね。 これがまあ何であるかですけども一見するとこれなんかねこうあエイリアンらしき人間が2人、えー、2時と7時の方向に座ってますねこの人なんですねで、まあ、順に見ていきますと実に聖地というか人間離れしているというかまあ奇妙な奇妙実に奇妙なあのブローチなんですねで大きさは書いてありませんでしたけどもブローチという以上はそれほど大きくないと思います。 で見てますと、ここに金、これが気になったんですね。指が3本なんです。で、これでギュゾッとして、まあ、これはと思ったんですね。で、まあ、こういう時は指を数えてみるんですよね。で、いくらあの彫刻してもですね、指3本が5本かなんてことでですね、これほど精緻なものを作るんだったら間違、間違えるはずがないんですよね。あれ、間違えたとしたら、その途中で気がつくんです。そして、この2人とも指が。 あの3本なんですよねでこれ横から見たあのサイドビューのブローチなんですけども何て言いますか手に何か紐っていうかベルトのようなものを巻いています。でこう比べてみます。で比べてみるんですけども一体これは何かということになるんですよね。 で、私、この指が3本、それからこの塗っている、まあ、人間、それからまあ実にこう人間離れしたと言いますか、人間がまあ何かの部屋を掘り込んだか住んでするにしても、こんなものは掘らないだろうという、まあ、一般的なマナーですけ、ね、人間の常識から考えて、これは私は UFO の内部だというふうに解釈いたしました。 まあ私たち UFO の内部なんていうのは、ね、見たことありませんしどの,ふどのようになってるか知らないわけですよねでも中心部にああいう何なってますかあのエンジン部のようなものがありますそして周りはその機械メカニックなその構造物がいっぱいあるんですね床も平らじゃないそれからまあ比べてみますとですね この今言ったエイリアンらしき人なんですけども、ととにヘルメットをかぶっているのか、ヘラベタイ顔しているのか分かりませんけれども、ヘルメットから二本の棒が伸びてて、それをこう両手でこうグッと持っているんですね。指が3本だということに注意してください。で、これは銀星だそうです。銀で出て、ゴトランド、まあ、野蛮な国という意味だす、土地という意味だそうですね。スウェーデン語で調べてみました。で、まあ、それを調べてみたんですけど、これはみんな動物だというんです。そしてロングネクト、Long-necked animal h e a d 長い首を持った動物の頭 もあるとかっていうふうに、まあ、それは一般的なあの高校学者の解釈ですよね。解釈というか、あの作文ですよね。で、私、これを、ねまあ、読んでて、こう思ったんですね。このデザインが意味は本当のところは分かっていないと、この下線文はそう書いたんですね。Significance of this design is uncertain とね。で、これと三本指で思い出したのは、最近先月行ってきました、甲府の,あの高校、 あの博物館ですけど、ここのエイリアンも3本なんですね。これはあの爬虫類の皮膚をして、この工科博物館の,あのこ,ことにつきましては、詳しくはあの、まあ、報告いたしましたがで、指が3本であると。ということは、これはグレーじゃないかということになるわけですね。グレータイプのエイリアンということになるわけですね。でまあ、これもう一度精査していますが、これがブローチだというのと、 これが UFO の内部だというのとでは、どちらがこじつけに近いかということなんですね。いわゆるどちらがこじつけかということなんです。もう皆さん、私はこれが UFO の内部だと言いますと、こじつけだというふうに言われますね。でも私はこれをブローチだっというのが、もっとこじつけのような気がするんですね。 どうして今度はブローチなんか作ったんでしょうか、まあ、胸につけるかどこにつけるか知りませんけども、で、ゴットランドはどこにあるかということをちょっと調べてみたんですけども、このゴットランドは不思議な位置にあるんですね。まあ、黄色い線重なりましたね、あその、この黄色い線はどこから来てるかというと、いやウェストポールとエイブベリーをつないだ線上、真真直線上にあるんです。そして右の方行きますと、イーストポール行くんですよね。で、まあ、ついでに最後に、えー、付け加えればですね、 同じ場所で同じようにこんなブローチも見つかっているんですよ。見つか,見つかっています。まあブローチといえばブローチです。そうでないといえばそうでないし。一体これは何なんでしょうね。ということで今日のビデオ終わりますが、まあ本当に想像力,想像力をかき立てられますね。えー、ということで謎のブローチ、UFO ナフか、それともブローチなのか、皆さんのご判断にお任せします。 Uh, thank you very much for watching and see you next time. Bye. Plus, plus, 森本さんどうもありがとうございました。